FM 93.0 AM 1242 日本放送です。 The Radio Show。 高田先生、清水美智子さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。高田先生とおしゃべりした後に熱が出たことのある黒沢さん、今回は大丈夫そうですか？今週はナイツさんが春休み、様々な代打パーソナリティが来てくれましたが、今日でラストです。それではミニユンボのバケットの爪のような芝さん、大型ダンプトラック Q30E のようなともしげさん、はい、よろしくお願いします。わかんないのよ、わかんない、紹介すいません。モグライダー芝です。ともしげです、お願いします。お願いします。はい、何みたいな、誰、何が何ですか？だから芝くんはミニユンボのバケットの爪のようっていうね、こう、これ送ってくれたのは知らん人の地鎮祭に参加したことあるタイプさんなんですけど、ともしげさんが何？僕は、まさに的確。ともしげさんは、大型ダンプトラック Q30E のような。あ、そのものそのものになってる。僕、ダンプそのもの？そういうことですね。これ本当に大きいダンプトラックなんで。Q30E、はい、うん。ミニユンボのバケットの爪。企画だなと思います、うん、嬉しいとも悲しいとも言えないけど。そうなんだ、すいません、今日は我々です、はい、だから、まあ、ラジオショーは何回かね出させてもらってます、ゲストでね呼ばせていただいたりとか、ナイツさん春休みということで、ね、今日はモグライダーザラジオショーということで、ね、そう、久しぶりなのだから代打でこれ来るのは、なんかそのコーナーで対決とかではね、俺はイントロ、口イントロ対決、ね、木曜日に来てくれて、そう、何回かね来てもらってます。なんかモグライダーが揃うのも久しぶりな感じですよね。ここでね。なんかそう、ラジオショーも、うん、その芝くんがそれこそケイちゃんとやってた時もあったけど、うんうん、あの時は別にスケジュール空いてたのに僕来なかったし。その空いてたのに。空いてた、確か空いてたんだよな。確か空いてたね。なんかそれで、その、あの、前の、なんだっけ、ともしげ軍団みたいなのも一回呼んでもらった時も、うん、なんか互い違いで、そのイントロの芝とともしげ軍団のともしげみたいな、なんか互い違いに呼ばれたんだよね、 M1 の前ぐらいに。なんか同じ週だったんかな、うん、確かに。なぜ互い違いにしてきたんだろうなっていうのは思いながら。クレームですか？クレームではないです、日本放送に。でももうね、ラジオこうやってやらせていただけるのは本当に嬉しいんで、僕ラジオで育った、電波悪いのかなって思われるんで、僕ラジオで育ったような日本放送さんもね、1242毎回聞いてましたんで、いやもうすごく嬉しいです、こうやってラジオのお仕事させてもらえるのは。いや、ね、これどうなるか、評判今日次第ですから。そうですね、今日次第で。メール来てます、はい、もうエール来てます、ともしげさんに。はい、那覇とさん、ともしげさんやりましたね、はい、大演とはいえラジオショーのパーソナリティですよ、はい、この勢いで木曜日の枠一ついただいちゃいましょう。そうですね、まあでもこれ、うん、そんぐらいしないとナイツさんもちょっと働きすぎだから。確かにナイツさん働きすぎなんですよ。ナイツさんが働きすぎというか、サンドさんと中川家さんがもうちょいやればいいじゃん。バランスがね。いや、そうなのよ。だこれがよっぽど良かったら、もしかしたら。そうね。あるかもよ。木曜日譲ってもらえるかもしんない、かもしんないですもんね。かもしんないから。そうですね。だからこう、毎日だからね、こうお昼のラジオだから、深夜ラジオとも違うから。そうね。そういうノリとか間違えないようにしないと。確かに。うん。言っちゃいけないこともあるだろうに。そうよ。世相とかも、こういうとこでさらっとこう、なんかね、触れたりとかしていくもんだよ、だから。そうか。うん。世の中のことチェックしてて。なるほどね。そうだよ。いける？寺田心くん、春から高校生。ちょっと待って、中学3年間で40センチ身長伸びた。え、どうですか？寺田心くん、身長伸びたの？こんなに。40センチも、あの心くんが。40センチよ。すごいな、大人だもんね。いや、そうよ。いや、でもね。40センチでなんかある話。40センチは、ないけど、うちのその子供もね、うん、なんか、今、ちょうどね、1歳ぐらいなんですけども、うん、身長確かにね、5センチくらい伸びたのよ。だから、すごい勢いで身長していく、成長していくなって思うんだよね。成長していくな。いや、やっぱ。身長が伸びることをもうそもそも身長していくって言うんだ。成長していくから、やっぱ嬉しいよね。なんかでもやっぱ大きくなるってことはやっぱり嬉しいことなんでね。もっともっと寺田心くんも大きくなってほしい。嬉しい。寺田心くんが大きくなるね、やっぱ嬉しい。嬉しい。やっぱ増える。体積にとか面積が増えるのはね。体積とか面積とか言うね、人のこと。いや、いいことじゃないですか。いや、いいことだ。牛乳がやっぱいいんだね。牛乳をよく飲んだってことはね。いいこと。うちの子にも牛乳飲ませます。いや、そうよ。心くんみたいにしないと。そうですね。ね、そういうパパの面とかを出していったら。そうですね。ね、好感度も上がるかもしれない。好感度上げなきゃいけない。そうです。まあまあまあ。え、ともしげが来た時も、この曜日？春から曜日だった？ともしげさんは火曜日だったんだ。水曜日から違う曜日。ノラちゃんだったかな？
あれ、ノラちゃんは月曜日。月曜日か。安藤なっちゃんだったかな。そしたら、いろいろすいません、なんかごちゃごちゃ。でも、はるかさんともでも、お酒の席とかでね、ご一緒することが結構多い。なんかそうらしいじゃない。一度、ね、はい、ご飯をご一緒にしましたもんね。はい、どういうメンバーそれ。それこそ、花輪さんが主催で、板垣大輔じゃない、グラップラーバキの、蘇った板垣大輔。板垣大輔じゃなくて、グラップラーバキの板垣先生。すごい人とご飯食べてた、ね。何食うんだろう。いや、まあ、グラップラーさんの人もすごいんですけど、ね、中華連れて行ってもらって、ね。自分のお札で払ってた。いや、お札で。板垣大輔じゃなくて、板垣さん先生。先生と。バキの、板垣圭介先生。圭介先生だ。そうそう、一緒に行かしてもらって。すごいメンバーだね。そう、それも、その日の、次の日が、M1 の、準決勝の日だっていうんで、あ、俺らの M1 の、その前の日の夜に、よく来ましたね、みたいに。大丈夫ですかみたいな。ああ、そんぐらいか。そうですね。僕らでもね、本当にネタ合わせしないんで、結構時間を持て余すというか、そうそう、逆になんかそう、お仕事とかいろんな人に、お会いできてよかったと思いましたけどね、あの日。なんかこう、変に準備してる方がね。そうそうそう。そうそう。そうか。あんまりじゃあ、ネタは本当にしないんだよね。やってないね。やってないですね。なかったね。そう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 。ああ、その時ね、何食ったの？カニ。カニ。上海ガニ。うわぁ、いいの食った。すごい美味しいの。そういう時はね、板垣先生がお会計払ってくれるの。その時は。確か払っていただいた気がしますね。言わなかったの？いつもみたいに。ともしげ、ジョンソンやり出してから、もうジョンソンマウントがすごいから、南原さんとご飯行っても、僕が払いますよ、ジョンソンやってるんで、って。南原さんに南原さんは、まあ、毎回払ってもらってて、もう申し訳ない。なんで南原さんの時は払いそうになって、板垣先生の時は払わない。板垣先生はね、まだちょっと距離が分かんなかったけど、でも、バキ。距離が分かんない。バキは、もう、これはどうなっていくんですかって、終わんないんですかみたいな話とかいろいろ聞いたけどね、最終回どういうふうに考えてるんですかとか。南原さんには聞かなかった。南原さんには聞いてないけど。ヒルナンデス今後どうなっていくんですか。そういうのは聞いてない。終わらないですかとか。いやいやいや、でもね。でも結構お笑い好きな方でしたよね、なんかね。そうですね。あなた仲いいんだよね。小峠さんとかも来てくれて、小峠さんともめちゃめちゃ仲良かったイメージありましたね。意外なとこで一緒になってたんだね。なんかでも、ハリセンボンさん僕居酒屋でよく会うというか、高俊さんとも結構飲みに行かせてもらうときに、なさんもいらっしゃったりとか、なんかあそこに結構その飲んでまし、鈴木おさむさんとかと春菜さんとか仲いいんだなみたいな。あ、偶然会った。なんかそうそうそう、だから一緒に飲みに行くとなんか、だから飲み会を僕結構大事にしてるんで、こうやってちょっと人脈じゃないけど仲良くなる人を増やしていこうと、あとともしげに慣れてもらおうと思ってみんなに。ちょっと飲み会で揉めてんじゃないの？飲み会で揉めてない。揉める前に、あ、こいつはしょうがないんだなってまず思ってもらうために飲みに行くというか、なんか。大丈夫だった？そうそう、なかった？その時も。その時は、特になかった、ね。なかったですね。思ったよりちゃんとしてましたよね。ねえのかよ。あれよ、なんか。いやなんかあるんだよ。怖いじゃん。だって、逆に初対面の人になんかね。なんか、高級なお店だったんで、みんな、かしこまっちゃって。そうですね。カニの食い方とか大丈夫だった？こいつ。カニ。なんか殻ごと食ったりしない？こうなんかバリバリバリ。バケモンみたいな食い方。でも、その上海ガニが、本当に殻ごと食う食べ物。ああ、もう柔らかい。そうそうそう、ほぼ生みたいなやつに、ね、ラオチュー漬けになってて、殻ごとガッていってくださいみたいなやつだったんで、じゃあ剥いてるやつだったんだ。ともしげに難しい。北京ダックとかも食べたけど、まあ、確かに美味しかったんだけど、なんか分かんないのは分かんないんだよね。でもなんか、高級すぎて、そう、高級すぎて、北京ダックってその中捨てちゃうみたいな、なんかそうそう、殻だけ、皮だけ、ああそうやね、そう、中の身はもうね、食べない、ね。でもなんか捨てるのもったいないし、それ食べましょうみたいになって、結局中も食べたっていう、なんか、そういう回だったよね。うん、そういう回だった。北京ダックの中ももったいないから食べましょうっていう回だったんだ。だったイメージが。豪華なメンバーで。そう、豪華なメンバーで。すごいね。まあ俺はだから、これでも何回か来させてもらってるんで、はるかは NSC の同期なんで。そう。そうなんですよ。でも同期ってさ、言うけどさ、僕は、テレビで見てた人だから、その、なんか同期感はあんまないんだよね、その。いや、俺もないよ。だって当時別に絡みがあったわけでもないし、もう光の速さで。そう、ハリセンボンさんのやつ、速攻売れましたもんね。いやいやいや、でも覚えてる、その、弁天小僧。覚えてくれてる？合宿でなんか、ネタやってたの、なんかすごい覚えてて。じゃあ、俺も覚えてるよ。だから、はるかが、初めて見たのが、ああいう NSC って選抜ってあるから、クラスいっぱい人数いて、何クラスもあって、その中から、先生が、こいつは優秀とした何人かが選抜で選ばれて、
在学中にライブに出るのよね。その在学生だけのライブに、うんうん、それをたまたま俺が、当時仲良かったやつがその選抜入ったから大喜利かなんかの、うんうん、見に行ったんよ、うん、呼ばれて、そこで初めて、舞台に出てるはるかが大喜利してんのを見て、もう飛び抜けてて、在学中でこんなおもろいやついいんだっつって、そう、それがもう忘れられなくて、その俺と仲良かった友達も未だに一緒にラジオやったりしてんだけど、うん、今もう作家になって、うんうん、そいつと去年ぐらいにその話になった時に、うん、そいつも同じこと言ってて、あもう回答まで覚えてるっつって、そう天才そうそうそう、将棋嬉しい。そしたらね、あの相方でしょ、ほんで。そうね。うん。天才同士というか。よくあったよね、だから。そうだね。ね、うちらもでも、本当コンビ組むの、もう本当最後の方っていうか、誰も組む人いなかったから組んだみたいな。あまりもんみたいな感じ。そうなんだ。同士で。よく余ってたよ、だからその二人。いや、ぶっちぎりだったよ。そうそう、うん、でも主席っていうのは今のサルゴリラなんでね、うん、そうそうそう、へーがいわゆる、なんていうの、一位通過みたいな感じで卒業してんだよね、うん、もう700人ぐらい同期いた中で、そうそう、そう、本当一組だけが最初ルミネに立てるみたいな ね怖かったよね、一級上の先輩が、スタッフみたいな感じでね、うん、そうそうそう。初めて会う先輩、ね、そう。で、怖くしろって言われてた時代だから、むちゃくちゃだって、拍子抜けしたもんね、その卒業して何年か経って一級上のあの怖かった先輩に、うん、俺、掃除のバイトずっとやってたから、うん、2年前ぐらいまで。その掃除のバイトの現場で一番怖かった、源泉四方線さんっていうあ、そう NSC の時一番怖かったのに、源泉四方線さんが掃除のバイトで一緒でこんな優しいの、あもうやっぱ変わったんだ、いやもともと優しい人だった、だから無理っくりその1年俺らには鬼みたいに接してたけど、そうそう優しいんだよね、実はそうなんだ、昼飯くんとかも、昼飯くんは俺らの、ね、同期ですよ。そうそうそう。昼飯くんとか竹内大南オンターボアルファとかも俺らの代。詳しいですね。そこら辺は知ってるのなんか、旧期生の人。よく知ってるね、逆に。それなんか教えてもらって。大南オンターボアルファとかと一緒なんですよね、だからね。一緒その年をね、うん。結構残ってるよね、今だね。そうだね。サルゴリラもそうだけど、囲碁将棋、囲碁将棋とかか。囲碁将棋も。しずるも。そうよ。ね、パンサーのカン君とか、ね、カン君もそうだね、だからカン君がこの間、うん、たまたま収録で一緒になって、うん、それがねなんか、昔の写真を提出して出さなきゃいけないやつだったのよ、うん、でもカン君その日本当は入ってなくて、その収録、うん、誰かが休みになったから急遽、その日呼ばれて来たのよ、だから写真が何にもないよ手元にってなって、急遽その吉本にマネージャーさんに言って、昔のなんか写真何でもいいからないかって言ったら、吉本から送られてきた写真が NSC のその卒業公演みたいなやつの写真で、特技披露みたいなやつなのよ、でカン君が写ってんだよ、でその横ずらすと俺が写ってんだよ、そうこんなんあるったんだと思って、その確かに特技の時間に俺、痩せてるからめっちゃ、うん。片岡鶴太郎さんがヨガでやる、あの腹へっこマッサージ。ナウリだっけ、なんか、技、よくわかんないけど、何があれ健康にいいのかもわかんないまま、ただできるからやったら、それで選ばれて出たのよ。うん、あ、そんなやってたの、そう。で、カン君は当時か、カン君もセンスめちゃくちゃ抜けてたから、うん、あの特技披露だったのにプレステのコントローラー持ってきて、うん、なんかのゲームの、裏コマンド一発で決めますってガチャガチャガチャってやるみたいな、わかんねえやみたいなのが、それはもう大喜利としておもろかったんだけど、いやセンスあるなと思ってた、そのカン君の横をずらして2枚目の写真見たら俺もう上裸になってて全然センス全然違う披露後だった、そうでも20年前のやつ、へえ、すごい貴重だね、そう、ちょっとエモかったわあれ、へえ、もらうあの写真、うん、いやいいね、ま、なんか来てます、あ、メールはね、メールは来てます。はい。ともしげさんへ。はい。ラジオネーム、ジャコテンさん。ジャコテンさん。ともしげさん、先ほどからハリセンボンのイントネーションが気になります。え？ハリセンボンじゃなくて、ハリセンボンじゃないですか？ハリセンボンじゃないですか？指切り玄満で飲ませる方のハリセンボンになってますよ。あ、
だから、針千本ノーマスの方の。え？針千本じゃなくて、針千本が正式なんじゃないですか。あ、そうなんですか？これどっちなんですか？ま、決まりあんの？あの、どっちでもいいっちゃいいんだけど、ほとんどは針千本です、ね。だから、針千本ノーマス、コンビクロ魚の、みたいなことじゃないんですか？いや、飲むやつ。売れないと、売れる約束をしたからコンビを組んだってことですよね。ちょっと読めねえって考察。売れなかったらハリセンボン飲まなきゃいけなかったっていう伝説のコンビ。売れたから飲んでないけどっていう。そうなの。勝手に話作んないでください。いや、わかんない。これ俺はわかんない。どっちが本当のこと言ってんのか。いや。はるか嘘ついた可能性もあるよ、いやいやいや。ハリセンボンは、その嘘ついたら、その、怪我するよっていうような意味で、後付けでつけただけで。え、ともしげが言ってた説は？だから、その、売れなかった、このコンビを組んで売れなかったら、ハリセンボ飲みますよ、コンビクモってことですよね。ちょっと違います。わからんな、まだ、どっちが本当か。ちょっと、長期かけて調査した方がいい、これは。すみません。春菜に聞いたらまた違うかもしれない。そうね。ハリ。だから、魚の、ハリセンボンの。そう、魚のハリセンボン。そっちってことよね。あれが好きだったんですか、うん、あれが好きというか、まあ、本当は、あの、春菜が、コンビ名に、んが入ってると、売れるっていうジンクスが。昔あったよね。あの、ジンクス、ね、ダウンタウンとかね。言われてて、で、うんをどうしても入れたいっていうので、二、うん、人で、んが入ってる単語をいろいろ考えてきて、うん、で、私が持ってきたのがハリセンボンで、あ、じゃあ、んが二つ入ってるから、いいんじゃないみたいな。あ、はるかが出した案だな。うんそうそうそう。ハリセンボン。はるなが出したのは、うん、R&B。それでも面白そうだったけど。おもろいけどな。おもろいけど、なんか、フレッシュするな。かもしれないんですね。ちょっとどう笑っていいか分かんないみたいな。それないしね、R&B 感も。そのハリセンボン二人に。なんでな、なんでなんだろうね。ねあ、モグライダーは、どういう。モグライダーは、だから、俺らで言うと、それこそ俺がなんかもう言葉作るのが嫌だったのよ、うん、なんか造語みたいなのを、うんうん、だからもうなんか本当に単純な動物のモグラとか、うんうんカエルとか、うんタヌキとかイタチとかなんかもう元々いる動物3文字ぐらいでいいもうどれかでよくないみたいな言ってたらともしげがそれだとちょっと寂しすぎるみたいな、うんうん、でもうなんか後につけていいかっていうか、もう別なんでもいいよって言ったら、うん、モグラウィングがいい。なんか、羽が跳ねてたら、なんか逆のものをつけようかなみたいな。そう。で、うん、もう別いいよって言って、うんうん、で、翌日会ったら、モグラウィングやめたいって言い出して、モグライダーにしていいかっていうか、いいっつってるだろ、なんで。そっからモグライダー、そのまま。はい、そうですね。まあでも今考えたら語呂はね、いいけど。うん。モグラウィングはなんでダメなの？語呂がちょっと悪いなぁと。僕、ケツメイシみたいな、なんかそういう単語は好きだったんでしょうね、なんか二つをくっつけたみたいな。うんうん。なんか謎の造語を作りたかったんだなっていう。ケツメイシもでも、ケツメイシっていうなんかあんじゃないの？あの、薬草とか。そうなんですよ。ありますね。そうそう。あ、そうなんですよ。あれ薬剤師さんかなんかなんですね、あの、ケツメイシの。あ、そうなんだ。あの人ケツと名刺を合体させたわけじゃないんですか、ね、名刺って何あの名刺ってあの、その。あ、人に渡すの。あの名刺ケツに名刺を挟んでたりとかしたそんなふざけた人らじゃないよ、あの人。そういうことなのか。ちょっと分かる。こういうものですって。そのケツに名刺入れて。そういうグループなのかなと。ケツでスキャンして読み込んでくださいみたいな。イメージだと思ってそんなんじゃないですよ。すいません。そうそう。コンビ名の由来ってね。意外と聞かれるよね。聞かれるね。バシッとこうハマるときないよね、これ。あんまりね。はい。せっかきゃんさん。ともしげさん、はい、真空ジェシカ川北さんが、オズワルドの、ラジオ番組最終回で結婚発表した件について一言お願いします。いや確かにそうらしいね。そうね。川北も謎だけど、私生活とか。川北ちゃんおめでとう。うん、ね。まずはね。はい。まあね、僕ずっと結構古い付き合いというか、バイトが一緒だったんですよ、川北。ああ、そうか。はい。川北、それこそ草むしりみたいなバイトを結構一緒にどんなバイトです？なんていうか、造園業のお手伝いというか、その、そういう絵を絶対。なんだ草むしりのバイト公園に行って草をむしったり、その、ブランコを拭いたりとか、なんかその、公園が綺麗であるのは、そういう影の努力があってなってるというか、そういう仕事を結構やらせてもらった時あったんだけど、うんうん、でも川北ってちょっと不器用で、その、すごい優しいんですけど。誰が言ってんの？不器用。
なんか、テレ屋さんなんですよね、めちゃめちゃ多分。いろいろ優しいけど、なんかそのぶっきらぼうな感じで。ベラベラ喋るタイプじゃないし。そうそうそう。なんか結構奇抜なことを やりながら発表したらしいんですよね。なんか、それこそ裸でなんか発表したみたいな感じ。裸でなんか、写真とか見たらなんか裸ん坊になってた。裸というかなんかね。ええー。だからまあ、こいつなりの愛情表現なんだなっていう、温かい目でみんなね、見てあげましょう、このなんか。なんでここでやるんだよっていうのがね、一個ありますけどね。事前にその、ともしげさんに連絡あったんですか？いや、全くなかったですけどね。もうなんかまあまあ、そう、いい感じの子はいるみたいななんかやんわり聞いたことはあったんで。ああ、でもその子と結婚したんだなっていう。なんか、こんな話していいのかな、わかんないけど、その、ちょ、怖いな。何？川北は脱毛してて、なんか、その、全身の毛がないんですよ。それはなんか、彼女もそうだから、みたいな毛を二人とも剃ってるみたいなカップルだっていう話。なんでそんな話しかないの？なんかその他にいくらでもありそうだけど。毛を剃ってる パートナー、みたいな聞いたかなっていう。毛を剃ってるパートナー？お互いにね、毛がツルツルの二人っていう。ヒゲは生えてるんですけどね。ヒゲ生えてる。みたいな。いや、それ諸説あるんでしょ？諸説あります。そうで、諸説あります。はい。毛も草みたいに蒸してったのか。そう、そういうことですよね。草むしり、そういうことじゃねえよ、別に。絶対いいフォローじゃないですけど。いや、めでたいね。うん、確かに、川北って誤解されやすいけど。そう。意外と可愛いから、もう十年ぐらい、十何年。前からライブで一緒だったけど、俺らは。初めて話しかけてきたとき、友達になってくださいって言ってきたからね。そう。意外と、まあ武器っちゃ武器用なんだよね、だからね。そうそう。でも純粋、ピュアな子よね。いや、いいんじゃない。一回たまたま俺も彼女連れてる川北に電車で会ったことあったわ。挨拶してもらった。なんか綺麗な。そうそう。すごい良さそうなっつって偉そうだね。偉そうだね。いや、いい夫婦になるんじゃないですか。またね、でも人のラジオで発表するっていう、ね、それよね。奇抜なところで。オズワルドもね、なんつったらいいのか。まあ仲いいからな、ここの二人はな。大きなんでね。そうですか。よかったね。はい、メール来てますよ、はい。おにぎりは昆布派さん。はい。ともしげさん、緊張してませんか？前回緊張でちょっと何言ってるかわからない状態でしたので、今回は緊張せず頑張ってくださいね。そうですね。緊張してますか？緊張はしますよ。やっぱなんかその、なんか、いろいろ、まあ、ウエストランドとかと一緒にやった時もあったんですけど、その時に結構クレームが来たというか。クレーム来てるんだ。なんかもう本当にその、いわゆるその、メールアドレスとかそういうのも読めなくたりとか、いろいろな、なんか天気予報みたいなのもやらせてもらったりとかしたんだけど、それも全部嘘をついたりとかなんかしちゃって。絶対ダメじゃん。嘘つくの。なんか大変なことがあって、情報とかはやめてよみたいな、なんかその結構あったりとかして。ちゃんとしなきゃいけないとこも、ちゃんとできなかったんだ。そうですね。でもまあ、しっかりやりたいと思いますけどね、本当に。シミュレーションしてきたの今日は、ラジオ。でもラジオはなんか、それこそ、この間もオールライト日本ちょっとやらせてもらったりとかして。ああ、あったじゃん。ねえ。あれもあったから、ちょっとなんか、イメージはなんとなくついてはいるんですけどね、このブースの感じのね。慣れたもんでしょ、もう。慣れたもんですかね、これね。なんか慣れてないな。慣れてないか。今日もね、読んでもらうとこ。そうよ、あるな。それが大丈夫なのかなっていうところもある。で、この間その、オールナイト日本やった時は、僕に読ませてくれなかったんですよ。そのなんか、やっぱ多分、時間かかっちゃうから、それやると。一回読んでみたら、なんか記事、最近のトピックみたいな。最近の記事。こうね、資料で用意してくれてるやつ。そうそう。中卒者。違う？いいよ。死亡率 1.1.4 倍、がん患者、がん検診の低迷、禁煙が、喫煙が影響か。真逆のこと言ってる。一番むずそうなやつ選んだと思うんで。いや、まあ、国立がんセンターの研究、がんセンターね。なると、もう、やっぱ、タバコは良くないってことを言ってるってことなんですかね。すごいざっくり。どうですか、これ。死亡率が上がってますか、芝君。どうですか、これ。タバコは。中卒者って言ってるからね、中卒者。だから中学、高卒の人より、もう中卒の人の方が、死亡率がちょっと高いんだって。ねえ。そうなんだ。ねえ。そんなこと言われてもね。まあでも、芝君は。タバ君って芝君はタバコを一生やめないって決めてるもんね。
まあ、多分やめないだろうね。やめれないと思いますよ。だから、うん、この間、新幹線も、うん、もう喫煙ルームなくなったから、うん、そう、きつかった。この間、広島から帰ってくるの、新幹線だから、うん、あれ、3時間半、4時間ぐらい。ずーっと吸えないのも。だから今、ホームの喫煙ルームがもうだから、うん、あの、パンパンなのよ。発車時刻前になると。そう、サラリーマンとか、最後のっていう、もう本当に、最後、全員、今、刑務所から出てきたぐらい。そうよ、大変ですよ。まあ、悪いかも、良くはないかもしれないけどね。でも、悪くもないと思いますよ、タバコも。まあまあ、ストレス抱えるよりはね、いいかもしれない。葉っぱですから。野菜だと思ってますから、俺はね。芝君は逆に、お酒が全く飲めないんですよ。うん、あ、へえ。そう、酒飲めない。だから、この間も、それこそ、営業で、広島の方に泊まらせてもらった時も、うんうん、その芝君はなんか3軒も4軒も、お店行ったらしいんですけど、うん、その3時間4時間ぐらいお酒も全く飲まないで朝までなんか飲んでたみたいな。そう、行くのは全然、付き合いは全然苦じゃないの。お酒はチャレンジしたことはないな、やっぱり。あんまりこの。いや、あるよ。あるけど、やっぱダメだった、全然。全然もう、俺、一回本当にダメだなって悟ったのが、うん、あのね、すごい若い時だけど、二十歳過ぎぐらいの時に、一人暮らしで、インスタントの味噌汁あるじゃんね。うんうん、チューブで、なんか、お味噌ビューって出して、お湯で溶いて、みたいな、うんうん。あれが賞味期限が結構切れそうだったから、うん、ハイペースで飲んでたのよ。3杯ぐらい。うん、したら、発酵してるあれで、もう、ベロベロになっちゃって。もうダメだとか。アルコール的な感じで検知した。そう、多分、そう。だからもう真っ赤になって、フラフラになっちゃって。もう合わねえんだ、これ、と思って。そんなに合わない。そう、だから、楽しい時間が、一回もないまま、具合悪くなったりするから、これじゃもったいないなと思って。そう、だから、みんなのこと全部覚えてるから、俺。暴露本とか書けるからね。すごいな、でも。後々、そうそう。バーシーチャンネルみたいな。ガーシーみたいにね。バーシー法出る。でもまあ、トルタバって、タバコ、そっか、でもね、お酒飲んでもタバコをやめないか、結局それ、無理か。いや、どっちも、だから、お酒飲んだらやめてた人も吸いたくなるとか言うからね。そうよ。誰とよく飲みに行くの？誰だろう、それこそ、オズワルドの伊藤とか、昔からしょっちゅう行くかな。ランジェタイの国崎とか。そう。そうね。高橋さんとかあれ、錦鯉の。ああ、高橋さんも多いね。高橋さんも好きだからね。そう。あの人は飲み方綺麗よ。本当に。何が目的なのか分かんないぐらい。そう、別に、お姉さんがいるお店行っても、そのアフター誘うとかでもなく。ただただシャンパン、言われるままシャンパン入れて。そう、だから一回あの人が初めて銀座行く時に、ちょっと初めてだから、ついてきてくれって言われて、行って、俺酒飲めないから、2時間ぐらいいたんかな。で、会計160万ぐらい。さすがビビッツ。で、俺、オレンジジュース2杯しか飲んでないから。でも偉かったね。なんか嫌な顔一つせずに、ちゃんとパーッとスマートに払って、最後、エレベーターが閉まるギリギリまでありがとうって言って、チーンって閉まったら、どうなってんだよちゃんと女の子の前では、真摯にして。いいお客さん。いいお客さんよ。神客、銀座。評判いいですよ、あの人。昭和のスターみたい。はるかって誰と仲いいの？私は、あんまり友達いないんだけど、まあ、タンポポの川村さんと時々ご飯行ったり。あ、そうなんだね。うん。どっちも酒も飲むの？あ、いや、二人ともそんなに飲まない。私も飲めなくて。あ、そうなんだ。川村さんもほとんど飲まない。あ、そう。感じだから、本当カフェでお茶したりとか。何喋んの？その二人で。なんだろう。でも、なんかこんな仕事しましたとか。あ、32近況？うん。話。恋バナとかにはなんないの？恋バナとかにはあんまなんないね。あ、そうなんだ、うん。でも行く店がなんか変わってて、川村さんがお店紹介してくれることが多いんだけど、うん、なんか鼻から水素を吸いながら、ああ、なんか見たことある。なんかお肉食べると、うん、なんか次の日、なんか体調良くなるみたいな。なんか高島正宏さんとかが、なんかすごい食通の人がやるやつだよね。そう、そこになんか一回連れてってもらって、二人で鼻にチューブ刺して、水素吸いながら食べましょうって言って写真撮ったら、うん、なんか本当入院して。そうだよ。
療養中みたいな感じになっちゃったから。もういよいよの人みたいに見える。そうだね。同じ部屋の二人みたいな。あ、すごいね。あれやったんだ。あれやった。やっぱ違うもん。私はあんまり分かんなかったけど。いや、言うね。ね、うん。あ、いいな。あれ一回やってみたいな。じゃあね、川村さんと今度一緒に。川村さんと。川村さんも飲んだことないからな。うん、はい。はい、はい、それでは参りましょうか。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは、モグライダーの柴大輔です。ともしげです。で、追いかけ追い越そうとするんです。すいません、タイミング間違っちゃったね。木曜パートナーのハリセンボン、みなはるかです。はい、というわけで本日のラジオショー2時台のゲストショーには、なんとジョンソンで共演中の見取り図が生登場してくれます。見取り図ちゃん。はい、うん、3時台は青春かなもあります。お、はい、はい、そして今日のメールテーマこちらです。私の武勇伝。 I'm a perfect human。 違う、オリアジ世代でもありますけどね。というのも、今日のパーソナリティモグライダーのともしげさんは、うん、先日の三四郎のオールナイトニッポンで武勇伝を持っているのに全く誰にも話してこなかったということが話題に。あ、本当ですか。内容はともしげさんの恩師の、ともしげくんってポンコツ王に見えて結構正義感が強いんだよという話で、うん、高校時代アメフト部で河川敷でキャンプをしてたら暴走族に絡まれたけど、そこに立ち向かっていったみたいな話を。まあ、これなんかロケで一回そう、ともしげの母校に行ったんだよね。そうですね、行かせていただきました。その時にそのアメフト部の当時の監督さんだった先生ね、はい、来てくれて、いい先生でしたけど、その人がそう教えてくれたので、結構な話じゃん、うん、すごい、結構な話だけど、なんか本人はなんか全然こうに、うーんみたいなね、なんか久しぶりに思い出したというか、そんなこともあったなと思って。それはいや、なかなかの思い出よ。そうね、そう、一生自慢していいね。一生自慢していいよ。すごいお話、ね、なんだ、なんか瓶で頭殴られてみたいな。そうです。でもね、そう、頭で瓶が割れたからよかったみたいな、なんか、おお、いや、すごい話じゃん。頭瓶で殴られるって、うん、いや、まあ、そうですね。でも石が硬かった、足が、頭が石、石頭だったから良かったですね。パーフェクトヒューマンですね。パーフェクトヒューマン慣れてますかね。はい、メール来てます。アリカツモクシロクさん、私の武勇伝は学校にわさびを埋めたことです。お寿司屋さんで回っている小さいパックのわさびをなぜか育てようと思い、学校の畑に埋めました。結局芽は出ませんでした。わさび、わさび、なんで小さいパック、あのもうペーストになってるわさび、ペーストごと、ね、練られてる状態、ね、すられてる、そりゃあれ埋めても絶対出ない。そうね、ビニールで包まれてるもんね。ねえ、出は出なかったか、そうか、でも武勇伝としているんだこの人は。確かにね。はい、というわけでこんな感じでメールをお待ちしております。はい、はい、ともしげさん、アドレスお願いします。受付メールアドレスは sars@1242.com まで、うん、RS はラジオショーの頭文字、頭文字アルファベット、頭と足じゃね、逆アルファベット小文字で、うん、SASA じゃない、うん、RS なんだ、で R を無視するの。メールを送ってくれた中から、人の中から、抽選で5名様に、ラジオショーサインペン黒をプレゼントいたします。今日の番組の感想や気軽にメールで参加してください。参加できない、気軽に、そんなやつが待って。メールは必ず住所、ね、氏名、連絡先、年齢、電話番号も忘れなく、うん、X で感想を感想するときは、感想投稿するときはね、モグライダーのラジオショーハッシュタグをつけてくださいということですね。ハッシュタグモグライダーラジオショーをつけて投稿してください、お願いいたします、ね、3時30分までのお持ち帰り、お付き合いで、そこもう俺の言うとこなんで大丈夫ですからね。はい、お願いします。3時半までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても
ラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。タッチでゴー新幹線なら、あなたのスイカを登録するだけで自由席にいつでもすぐ乗れちゃいます。簡単便利なタッチでゴー新幹線でぜひお出かけください。スイカで乗るならタッチでゴー新幹線。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999-157-999。出張買い取りは、カメラの、ミラーズ。はい、ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いては日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクション付近で事故のため8キロ渋滞しています。千葉県の京葉道路の下り線は千葉西料金所で事故の後の復旧工事のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の上りは高井戸で事故のため中央道へ伸びて6キロの渋滞です。一般道路は神奈川県の国道1号線の上りが横浜市戸塚区浅間神社前付近にトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。歌手生活60年記念五木ひろしスペシャルコンサート2024-2025、 4月12日大宮ソニックシティ、5月21日相模女子大学グリーンホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553IS まで。いよいよプロ野球開幕ですね。桜も咲いていろいろと始まる感じがするな。そんなわけでメッセージテーマは、教えてあなたの始まりエピソード。春風亭一之助、あなたとハッピーは明日金曜日朝8時から始まるよ。始まります。日本放送お送りしていますモグライダーザラジオショー。さあ、いつものこの時間は口ミュージッククイズショーなるコーナーをやってると聞いたんですが、はい、このコーナーの始まり皆さん覚えてますかね？もちろんです。ねえ、トモシエさんご存知ないですかこれ？いや、ちょっと、あ、はい、でもなんとなく分かってます。ちょっと把握できてないですよね、はい、これ去年の5月11日、うん、花輪さんが生放送中ですね、このラジオショーの、うん、いきなりスマホから LINE 通話で僕のとこに電話来まして、うん、僕その時休みで、うん、家で普通に寝てたんですよ、うん、結構なかなか立て込んでて、うん、
あの、やっとちょっと時間空いたみたいなので、そう。そう、なんなら、あれ夜から仕事だったんかな。だから昼間やっとちょっと寝れると思って寝てたら、うんうん、花さんから連絡来て、で、ああ、やばいと思ってパッて出たら、うん、そう、あの、今、ラジオショー、生放送中なんだけど、うん、みたいな。で、あの、今から、あの、イントロ得意でしょみたいな。イントロクイズ強いよねみたいな。今から、あの、はるかが口でイントロやるから当てて、とだけ言われて、うん、そう、急に口イントロクイズを電話口でやらされたのよ。うん、そうそう。そう、それが去年の5月なんですけど。なるほど。そう。で、その時にその、はるかが、もともとやってたんだよね、そのライブかなんかでね。そうそう、ライブでやってて、で、うん、ここでもう、ナイツさんに出したりしてたんだけど、ナイツさんが分からなくて、うん、で、シバ君は、その音楽好きで、イントロクイズ。なんか営業の楽屋とかで、花さんがやったらイントロクイズをなんか、俺がちょっと強いっていうのをなんかすごい、すごい言ってて、そうだ。だから、シバだったら答えれるだろうっていうので、急に電話が来て、やらされたんですよ。で、オートマティックか。あの、宇多田の、宇多田ヒカルの。チクチクチクって。そうそう。とか、なんか、うん、テレサ10の時の流れに身を任せ、とかを、うん、まあ、当てはしたんですけど。すごかったの、電話口で当たって。で、あ、やっぱほら、強いじゃんとかつって、うん、ありがとう、じゃあねって切られて。そう。なので、そんなことがありましたんで、うん、まだ、その件について謝罪も受けてないんです、僕は。あ、そうだったっけ？そうですよ。その後、当たり前みたいに、イントロマエストロの藤田さん呼んで、対決して、ね。イントロ対決させられて、うん、そう。なので、そう、その時はもうボロボロにされてるだけだからね、俺。そうね、藤田さんには。すごくてね、うん。そうそうそう。だから去年も、M1 直前だ。うん。M1、もう、あと、3日、2、3日で M1 決勝っていうタイミングに、そうそう、一回ここ呼ばれて、うん、あの、再戦させられて、またボロボロにやられて。うん、あれのせいで M1 負けたと言ったのそのせいだったの？そうなんですよ。でも藤田さんにね、あそこまでこう、噛みつけるのはやっぱり柴くんです。なので、今日は、逆に、お二人が夏休み、春休み、撮ってますんで、うん、その、休み中にこちらから電話して、うん、いきなり、口イントロ、クイズ、回答者になってもらおうかと思って。これ出るかな本当に。どうだろうね。もうガチだから。ガチだから。言ってないんだ。言ってもないんだ。もちろん、花さんたちにも知らせてないですから、ナイスさんお二人にも。ちょっと、出るかどうか分かんないけど。二人とも出ないっていうパターンもあるね。ありえない、ね。土屋さんから。土屋さん。土屋さんから行きますか。ちょっと待ってください。土屋さんはな、ね、サウナとか好きだからな。入ってなきゃいけんのな。入っちゃってたらね。ね、困るもんね。まあ番組ね、聞いててくれたら一番嬉しい。まあそうか。そうね。休みとはいえね、この時間。ちょっとじゃあ、かけますね。土屋さん。スピーカーにして。出るかな。出るかな。さすがに休んでるかな。土屋さんのアイコンもこれ気になるな。なんかこれヤギかなんか抱いてんのこれ。出ないか。出ないかな。それが俺が出てミスった時土屋さんえらい喜んだからね。ダメだ。出ない。出ない。土屋さんに電話することとかある？いや、普段ないよ。だって、俺だって、二人から電話来ることなんて、その、口イントロの時しかないんだよ。花輪さんも行きましょうか。花輪さんかけてみる。花輪さんは出るんじゃないかな。どうだろう。花輪さんも、家族旅行みたいに行ってるかな。で、どうだろう。出ろよ、どっちかは。ちょっとどっちかは出てほしいですね。うん、ねえ。ね、芝くんはやられたわけですよね。そうよ。そうね。出てくんないと。うん、リベンジになんないんだから、司会者に。あ、出ない。ね出ないってあるのこれ。二人とも。あ、出た。すいません。あ、お疲れ様です。芝です。お疲れ様です。すいません。あ、今、ラジオショーなんですけど。今ね、中央学院が。はい。点入れてさ。あ、気にしてないです。すいません、今そっち気にしてなかったです。あ、見てないの？見てないです。ラジオ生放送中なんで。青森山田、3対1で。いやー、いいです、いいです。続けないでください。うん、花さん、うん、口イントロ出します。はい、口イントロ。ちょっ
ちょっと待ってね。ちょっといいですか、ちょっと。マジでちょっと。体勢整えてもらっていいですから。もう、俺に花さんが最初かけてきた時と同じ状況でやってるんで。いいですか。ちょっと待って。いいですか。今からはるかがじゃあ、クチントレやりますんで。うん、いきますね。うん、はい、うん。いきます。て、て、て、てれれれ。てって、てれれれ、てってって、てれれれ、わかる、わかる、わかる。てれれれ、てれてれて、てれてれて、あー、わかった。わかりました？わかったよ。はい。じゃあ何でしょう？恋するフォーチュンクッキーでしょ？恋するフォーチュンクッキー。正解！はい、正解です。で、やっぱ、ちょっとやっぱりお休み中だからか原さん、うん、遅いですね遅いですわ、うん、もうともしげ分かってたよね。はい、僕も分かってました。あのテレテレテレより前にね、うん、もう一問僕も出していいですか。もう一問ちょっとともしげから口イントロ出していいですか。田中哲司さんですか。違います違いますよ田中哲司さんにフォルム電話の向こうから田中哲司さんじゃないです。1.5倍になった田中哲司。違います。いきますよ。はい。テレ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 テライト高橋さんとホテイさんのモノマネ声質が読まない。違う違う違う。違います違います。ないでしょ。一課長のサウンドトラックに。違いますよ。一課長のサウンドトラック。ライトさん。違います。間違ってます。正解は、ホテイトモヤスさんのスリルです。はい。ほら。ほらほらじゃない。ちょっとこれは簡単すぎましたか。簡単すぎるしさ。はい。そう、なんなの本当に今、マジで。いや、これはちょっとね、迷惑。私は、だから、以前、これを食らってるんで。はい。で、これ食らってるとしてもさ、はい。なんていうのかな、休ませてくれよ、いや、同じで、俺だって、あの時、休みで、家にいたんですから。同じです、ね。そうですよ、同じだけだもん、ね。はい。あと、花さん、お誕生日だったんですよね。お誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、おめでとうございます。おめでとうございます。すいません、その、お誕生日でご家族と。はい。すごいさ、はい。あの、バルーンとか、バルーンっていうの風船とか作ってくれとか、お祝いしてくれましてね。そうなんすか。そうなんすよ、ありがとうございます。いやいや、すいません、その、幸せなところを。最高です、本当に。はい。ちょっと、土屋さんにさっき、うん、先かけたんですけど、うん、出なかったんで。それはそうだ。もうあと20分遅れたら多分、出なかったよ。いや、今、プールから上がって、なんかぐったりタイムだった。危ねえ。危ねえ。危ねえ。ちょうどよかった。危ねえ。プールで遊んで、今、ぐったりしてた。もう寝ると、すいません。じゃあ、ゆっくり休んでいただいて。ありがとうございます。はい。ごめんね、今日、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。失礼しました。はい。見取り図にも言っておきます。失礼します。失礼します。の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。あるところに頭を抱える男がいた。今の車、少しでも高く売りたいんです。男は様々な買取業者を調べた。どこも同じに見える。どうしたらいいんだろう。だが、男の気持ちを決めたのはこの言葉だった。創業30年目の買取実績、ガリバー。おお、いいとこ探しのプラス査定期待できそう。車種
年式、走行距離でおおよその値段がわかる。電話してみよう。 0120-66-4747 66-4747 ガリバーで。高く売れた。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000番 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。みなとみらい横浜赤レンガ倉庫で明日3月29日金曜日からフラワーガーデン2024が開催されます。期間は4月21日までの計24日間。赤レンガ倉庫のイベント広場は色とりどりのお花畑になります。今年のテーマはイマーシブ、没入感です。イベント広場いっぱいの2万株15種類以上の花の中で不思議な物語の世界に入り込める新感覚の没入体験が楽しめるということです。お花畑はこのイマーシブエリアとリラックスエリアの2つに分かれていまして、高さ5メートルのシンボルツリーやフラワーアーチも登場します。夜間はムーンライトをテーマに夕方の5時半からライトアップされます。光の演出でフラワーガーデンがさらに幻想的になります。最終日の4月21日午後1時からは毎年恒例のお花の無料配布が行われます。横浜赤レンガ倉庫のフラワーガーデン2024、入場無料で明日からの開催です。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。あの素晴らしい歌をもう一度コンサート2024、6月27日木曜日、東京国際フォーラムホール A、 岡崎由紀、尾崎亜美、ドアエモア、ル・ベルベッツ、森山良子があの名曲を。チケットは共同東京 0570-550-799。 時刻は1時53分になりました。続いては東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。小林製薬は紅麹を使ったサプリメントを摂取した2人の死亡を新たに確認したと今日発表しました。いずれも昨日遺族から連絡があり、1人はサプリを摂取した後に腎疾患の症状が出た状態で亡くなり、もう1人は2021年以降にサプリを使用していたということです。すでに判明していた2人と合わせ亡くなった人は4人となりました。林官房長官は今日の記者会見で小林製薬に対し迅速かつ真摯な対応を求めると強調しました。小林製薬が29日に記者会見を開くという報道は承知をしております。同社に対しましては、まずは大阪市が行った回収命令に迅速かつ的確に対応することを求めるとともに、原因究明に向けた取り組みへの迅速かつ真摯な対応を求めます。また国民の皆様に不安が広がっていることを踏まえて、丁寧な情報の発信を求めます。
一方、立憲民主党長妻政務調査会長の記者会見です。根本的な原因を解明をして改善策を政府は出してほしいと。次に、岸田総理大臣は今日の参議院予算委員会で自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた森喜朗元総理への聴取の可能性に言及しました。今回の案件に森元総理をはじめ多くの関係者 が含まれます。よって今回の聞き取り調査の対象に含まれうるわけでありますが、いずれにせよそれを対象が誰なのかということについては最初から明らかにすることはしておりません。一方、自民党は参議院予算委員会の理事懇談会でも聴取の対象に森元総理が含まれる可能性があるという認識を野党側に示しました。マイナス金利政策の解除を決めた今月の日銀の金融政策決定会合で出された主な意見が今日公表され、政策委員から普通の金融緩和に移行することは短期的なショックを起こさずに十分可能だなど、金融政策の正常化を求める意見が相次いだことが分かりました。ただ、およそ17年ぶりの利上げとなるマイナス金利解除を決めた場合でも、急速な利上げが必要な状況ではないと、緩和的な金融環境を維持するよう求める意見もありました。おしまいに、関東甲信地方では明日の夜から今月31日日曜日にかけて黄砂が飛来する恐れがあるとして気象庁が注意を呼びかけています。水平方向で見通しが効く距離は10キロ未満となる見通しで、ところによっては5キロ未満となる見込みです。5キロ未満となった場合には交通への障害が発生する恐れがあります。ニュースは以上です。ニュースデスク、森田さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。メール来てる、はい、はい、電話について、中谷志乃さん、はい、しっかり電話でボケを連発してくれた花輪さん、優しいですね、優しいね、確かにね、それを確かに電話にすら出れない土屋、お前何なんだよ、何しに来たんだよっていうのは来てますね土屋さん出なかったね。そうですね。いや、その後土屋さんから LINE は返ってきてはいる、うん、お、ちょっと気づいてはいるんです、ね、気づいてはいる。折り返しましょう。ちょっと折り返しの着信は来てんだよ。はい、あ、またメールも来てます。あ、こちらですね、ひいこさん、はい、土屋さんの奥さんは厳しいと聞いたことがあるのできっと先ほど電話した時は家族サービスの真っ最中で、うん、奥さんに取ったらどうなるか分かってるわよねと脅されていたので、謝りましょう。すごいよね、そんな厳しい方。確かに厳しいの、厳しいとは言うけど、めちゃめちゃ厳しいです。でもなんか勘ぐってますね、土屋さんから着信が2回来てて、その後こっちも電話出てないから、ちょうど花さんと電話中だと、うん、その後追っかけてごめんね、何解散って聞いて、解散しない解散しないよ。間もなく2時です。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。ねえねえ、知ってた？歯間ブラシは歯磨きの前に使う方が効果的なんだって。今日から歯磨きの前に歯間ブラシがいいかもね。歯間ケアからオーラルケアを一緒に始めましょう。歯間ブラシで磨くを変える、デンタルプロ。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたも救済の対象かご確認を。お電話は、
0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー、2時です。時刻はお昼2時になりました。モグライダー柴です。ともしげです。ハリセンボンの美濃遥です。本日は春休みのナイツのお二人に代わってモグライダーザ・ラジオショーをお届けしていますが、ここで今日のお天気お伝えしましょう。はるかからお願いします。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 12.0 度、湿度は 65.6%。 今日の東京地方は曇りのち雨。関東地方天気は下り坂で雲が多く、夜には広く雨が降るでしょう。次第に南風も強まりそうです。予想最高気温は都心、横浜、千葉、埼玉で15度、昨日と同じかやや低い程度で平年並みでしょう。ヨガの時の片岡鶴太郎のモノマネをされる方は十分部屋を暖かくしてください。杉になっちゃうからね。以上、2時のお天気をお伝えしました。はい、ありがとうございます。この後は見取り図のお二人登場です。あ、その前に、あ、その前に花土屋さんにかけますか。今かけます。かけ言っちゃおう。もう一度かけてみます。ちょっとじゃあタイミング的にね、うん、今ならいけるかな。もうちょっとじゃあ土屋さん出て。どうだ、こっちも既読はつけてるからね。うんうん、タイミングがな、この、あ、出た。もしもーし。あ、おはようございます。お疲れ様です。ああ、ごめんごめん。電話。あ、すいません。大丈夫ですか、今。うん。うん。口イントロクイズ出しますね。あ、そっか。忘れてたでしょ。今日代打俺らです。ね、休みすぎです。ね、全く頭に、解散だと思ってるじゃないですか。俺から急に電話来たら。いや、なんか、ともしげがなんかやったのかと思って。やらないっすよ、ちょっと。やらないっすよ。自粛に入りますとの挨拶じゃないです。今、生放送中ですから。あ、そうだ、ごめん。そうなんです。さっきもう花さんにも出したんで、今からじゃあ土屋さんに口イントロ。口イントロ?はい。はるかいるんで横に。いきますよ。あ、どっちから?あ、ともしげさん。あ、ともしげからじゃあ出します。はい。できんの、うん、お願いします。チャラちゃん、チャ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 ンチャンチャン、チャラチャ、チャ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 ンチャンチャン、チャラチャ。わかった、なんでしょう。はい、はい、土屋さん、あれポケットビスケッツの、はいはい、私も生まれ変わってもだから、はい、ということは紅白で歌った、ね、そうですよ。大先輩の直の先輩の曲です。紅白で歌った、紅白で歌った、ね、大ヒットしました。ニューイエローハッピー、はい、正解。はい、ギリ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 でした。ギリギリじゃない、ギリギリですよ。ちょっと捻挫してます。土屋さん何してるんですか今。今なんかね、子供の迎えとかで、ちょうど運転しててね、出れなかった。ああ、そういうことか。ああ、運転だったんですね。それはそれはもう、いえいえ、お騒がせしました。満喫してるんですね、ね、お休みを。いや、ありがとう。ごめんね。いや、いいんですけど、いや、これが僕が、1年ぐらい前に、お二人から食らったやつなんで、ね、それを味わってもらおうっていうことだったんですよ。寝起きだったの、ね、寝起きだったんですか。だって、ね、そうなんですよ。あれ結構迷惑なことですよっていう、ことを知ってもらいたくてやったんです。ああ、そっかそっか、ごめん。はい。すいませんね、こちらも。こんなことしたくはなかったんですけど。とんでもないです。そんな、なんか申し訳ないの。やってくれてる最中に解散を疑って。いや、そうですよ。それも失礼な話です。まあ、ポイントだと間違えちゃった。まあ、ポイントだね。今日急に解散しちゃったけど。フォルムなんとなく近いか。まあまあ、そうか。近くで。はい、すいません。お邪魔しました。はい、素敵な休日をお過ごしください。ゆっくりお休みください。はい、失礼します。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎と一度でも言われた方へ、最大3600万円の給付金制度。前から気になってたは今日で終わりにしませんか。まずは対象かご確認を。
0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。まずはいくら戻るか、ご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10。 Welcome to the Radio Show!毎日2時台はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきますが、今日はこのお二人、はい、見取り図です。こんにちは、見取り図です。お願いします。お願いします。森山とリリー、はい、来てくれました。俺そうなんかゲスト、はい、誰か希望ありますかって、はい、ちょっとダメ元で、はい、見取り図とか行けないかなって言ってたら、いやいや来てくれて、いやいやもちろんですよ。ダメ元って余裕で行けますよ。いや忙しいじゃん。いやいやいや、見取り図めっちゃ、いやいや結構今年ガバガバです。そんなことないでしょ。ほんまにガバガバです。マジでいつでも言ってください。何でもしますか。何でもしますか。いや全然1日1個とかありますしね。あ、そうなの。そうなんです。いや、とにかく大阪も行ってるし、そうそうそう、あ、大阪のレギュラーあったんですけど、うん、日本、うん、自分たち MC の、うん、終わりまして、あ、そう、まあ、ほぼ同時期に、はい、まあね、はい、始まったもんは終わるし、まあまあね、いつかはね、いつかは終わるから、ね、見捨てられたかもしれない。いや、そんなことない。大阪から大阪に捨てられた。ジョンソンだっていつか終わるかもしれない。何ちゅうこと言うね。終わらないですよ、ジョンソン。終わらないようにね、頑張っていきましょう。我々はそう、ジョンソンで今一緒にね、はいはい、やらせてもらってます。ハンジョンソンですね、これは。ジョンソン、よくハンソン、アンジョンファンみたいな。ハンジョンソン。そうなのよ。でもラジオで一緒はないもんね。はい、ない。初めて。なんかこう二組でちゃんと喋ったこともあんまないかもしれない。ないかもね。確かに。いやだから僕ゴチ出させていただいてるんですけど。ああね、あったね。はい、ゴチ出させていただいててモグライダーさん来られた時、うん、ほんまにバイト先に連れが遊びに来た感じ。めっちゃ恥ずかしかったんですよ。それの今逆の感じです。そうだね。それのバイトしてる。しかも俺らにしたってここあんまり入ったことない。バイトの。ナイツさんのピンチヒッター。ヘルプで来てるから、ね。ヘルプで店長。ヘルプの店舗がそうなる。え、はるかと見取り図はご無沙汰してます。はるかさん、ね、そんなに吹っ飛んだやりましたけどね。あ、そうだね。はい、そうか、うん。え、いつ以来ですか、はるかさん。俺はだから今年の吹っ飛んだ出てたから。森山かそんなに。僕アマゾンプライムのあれあ、ドキュメンタリー。あ、ドキュメンタリーのウェブの方なんか一緒じゃなかったですっけ。え、なんだっけ。あ、すいません。完全に間違えました。全員が誰と間違えた。うっすらしたフットの後藤さんと間違えました。誰と間違えた。こういうボケ。なんだそれ。ほんまに間違えました。ほんまに間違えました。なんだそれ。細表っていう。表ってないけど。石破さん同期さんでしたっけ。そう、一応ね、NSC はね、そうそうそう。あ、じゃあもう NSC だから完全な純正の同期じゃん。純正同期。知ってたんですか、在学中から。いや俺は知ってたよ当然、めちゃくちゃハリセンボンさん、うん、はい、エリートだったから。でもなんか覚えててはくれたみたい。あ、そうなんですか。当時のコンビの別のね。そうそう、あ、そうなんですね。そうそうそう、石破さんその時普通にコンビやってたんですか。コンビだった。だから、俺はもう高校の同級生のやつと一緒に入って、はい、そう、ね、そう、はい、NSC の間は、はい、それでやってた。まあ卒業してからそいつはもう辞めて、大学行きながらだったから辞めちゃったけど。うん、そうなの。芝君は坊主だったりとかしたんだ。あ、そうなんですか。なんか。そう、多分坊主だったり、まあ、うん、コロコロ変わってたんで、当時は。そう、あれは先駆け、おしゃれ将軍の時もあったもんね。え、それはもっと後ね。後ね。俺らの同期のやつで、うん、頭ここ反り上げて、うん、普通の本物のちょんまげ頭で、生活してるやついたでしょ。ちょんまげいた。そう。めっちゃやばいやついるじゃん。そう、当時ね。後に、その、今、サンミュージックに、お侍ちゃんつって、あの、同じ頭のいるけど、それよりもっと前に、いたのよ、普段から。和服とかでもない、なんかもう、上下、迷彩の、
服とか着て、うん、でちょんまげ、ちょんまげの、そうそうそう、もうやめはったんですか？やめた。最後俺がそいつとコンビ組んだのよ。そう、何ヶ月かだけ。めっちゃ相方変な人。変相方が好きなんですか？変柴君もちょんまげ。転職家だった。ちょんまげになったの。柴君もちょんまげの時期あるの。そうなんだ。そうだからどうにか一回でもいいからテレビ出てやめたいと思って。最後にちょっと出て。そういうコンビ名なんだったんですか？それが、先駆けおしゃれ将軍。邪魔やな。いろいろ邪魔なボワード多いな。そう、だからそいつはもともとおしゃれ将軍っていうピン芸人だったね。あ、そういうことですね。そう。で、そいつと組んで、最後、俺も、だからそれやって。もう一日しかその頭やんなかった。男前が台無しじゃないですか、今となってはね。今となってはね。そいつよりでもギリともしげさんの方が変ですから。ともしげさんは変です。俺も変だ。そいつは高学歴だったしね。頭良すぎての。すごっ。そうそうそう。そんなに組んだ時にあいつがツッコミやりたいって言ったの、その時。そのちょんまげのやつが。ちょんまげが。ふざけんなよ、と思って。時を経て、ともしげと組んだ時も、ともしげがツッコミやりたいって。何なんすかね、そんなのばっかりだね。初期はモグライダー俺ツッコミやってましたから。あ、そうなんすか、コントのツッコミ。リリーもツッコミやりたい言ってたよな。あ、そうだ、俺嬉しい相手とかツッコミやりたかったんですよ。で、俺はもうボケやる気満々で入ったの。お前ってそうなんだ、お前ってやる気満々だよ。なんか恥ずいな。いや、恥ずかしいぐらいにやる気満々。やる気満々なんだ。そのパターン多いよな、ボケで入ってツッコミになって成功する人多くない？ああ、後藤さんとかもそれこそじゃないですか。なんか僕とか柴さんとか学校も学生時代も明るかった。まあまあそうだね、割とね、人ほどツッコミやってないですか？そうかも。だから俺も事務所関係なく、俺もボケしかやってきてなくて、モグライダーで初めてツッコミやったのよ。え、そうなの。結果良かったですね、それが。まあね、フットの後藤さんと同じですね。馬王さんと組んだことによってツッコミになったという。え、ハリセンボンはあれ養成所で会ってるでしょ。そうそう。で、うちらも春菜がまずボケをやりたくて、はい、ツッコミやりたくて。あ、やっぱそうですよね。逆にやっぱなりましたもんね。うん、あれ何なんだろうね。なんかありそうですね。入ってみて気づくんですかね。深層心理というか。世界、このお笑いの世界入って。あ、俺ツッコミちゃう、あ、ボケちゃうなとか。あ、なんかありそう。そうだから俺、当時その将軍と、将軍、まだすっと入ってこない。将軍がもうそのまま辞めたのよ、もう。辞、はい、めて、で、もう俺ももう辞めようかな、ぐらいに思いながら、でも一人よく面倒よく見てくれてた、2年上ぐらいの先輩がいたんだけど、その人がもともと大阪でやってた人で、もう、その人ももう出役辞めて大阪戻るわ、っていう時に、なんか引っ越しとか手伝って俺大阪行ったり遊び行ったりしてたの、その人が。で、何にも俺も活動してないけど、勉強がてら、当時の5、あ、はいはい、劇場ね。劇場、大阪の若手が出る。そこに、なんかチケット買って見に行ったりしたことあって。そうなの？その時にゴングショーみたいなやつ。ありますね。ネタの途中で止められたり、ね。そう、ネタがもうつまんなかったら途中でゴングなってやめさせられるってやつを見てたら、その時ね、いっぱい出てたけど、一組か二組ぐらいしか最後までネタやらなかった。厳しいっすよ。それが見取り図だったの。その時会ってんだ。そう、で、えらいおもろかったから、俺、大阪来て面白かったことあったら、あのメモしとこうと思って、はい、一番上に見取り図って書いてる。うわ、マジですか、嬉しいな。そう、すげえ、それ。そうそう、これ本当にそうなのよ。それ今じゃこうジョンソンやらせてもらってますからね。エモいよ、だから。エモい。エモいですね。もっと言ってくださいよ、それで。なんでここまで言ってないんですか。言ったことなかった。なんでこの代打できたラジオショー。代打で言ってたね。そうなの。そうそう。メール来てます。本庄さん、モグライダーと見取り図、ハンジョンソンの二組がゲストなので嬉しいです。森山さんと柴さん、リリーさんとともしげさん、肌の色が、あ、服の色がどんかぶりなのですが、リリーさんは見取り図で言うとともしげさんのポジションなのですか？前日に服の色合わせようぜみたいな連絡を取ったんですか？ああ、写真見てもらったんですね。服ね、オレンジで二人。オレンジとジャイアンツカラーでね、二人。この黄色、なんか明るい目のオレンジっていうのもなかなか、確かに、ね、これで揃うのも珍しい、うん。ドラゴンボール好きなんだよね。ああ、亀仙流。亀仙流ってことだよね。なんかうまくいってなさそうです。うまくいかなさそうな気がする。そうそう。うまくいかなさそうな気がする。嬉しいですよ。ね、嬉しい。嬉しいです。嬉しいですよ。ともしげさんと同じ感覚。すぎる。女優さんやったらブチギレられる。そんな衣装かぶったら。嬉しいですよ。そうか。見取り図で今何年なの、結成？結成2007年デビューってやつなんで。17年目。17。
17年目ですか。ああ、だから多分本当そんぐらいの時に俺初めて見てたけど、うん、はい、そっから東京来てどんぐらい？東京来て2年ですね。あ、まだ2年か。はい。2年か。はあ。でもその前が通いだったんで1年間、うん。大阪から108往復してた時の。いや、200泊とかしたんで東京。すごいよね、だからそれ、はい、吉本の大阪から、売れてバーって東京進出してくる人の体力とか、はい、うん、確かにね。だから今もしあの時に新幹線の喫煙所ルーム撤廃されてたら僕終わってました。ああ、ギリギリ間に合った、ギリギリ間に合ったというかもう最悪やねんけど移動できない、きついよな。そうか、柴さんタバコ吸うのこの中だったら僕と柴さんだけですか。だけよ。だからジョンソンでも俺と森山ばっかりじゃん、その喫煙所に、はい、ずっと喫煙所いますね。そう、なんかニューヨークとかもまあ嶋佐たまにもらいタバコ、そう、そうそう、あと奥さんに隠してますけど濱家さん、濱家さん、これ言っちゃいけないですね、まあ、言っちゃいけないけども言うしかない、言うしかない、めっちゃ吸ってるんやせっかく辞めてたのに、はい、その影響。そっか、大変なタバコ。そうよ。地獄ですよね、新幹線。いや、きついよ。やばいっすよね。時間も。僕、名古屋越えたぐらいで窓割って飛び降りようかと思った。ほんま我慢できなさすぎて。何なんだ。いや、確かにね。僕、気持ちわかんないですもん。リリーってずーっと一回も吸ってないです。あ、そう。リリーってさ、はい、ヤンキーでもない。全然違いますよ。でも、それはもちろん吸わされたりするじゃないですか。ヤンキーの先輩とかに。ああ、吸ってみろよ、ね。あれやろ。若気の至りみたいな。けど、それでもハマったこと一回もないですね。あ、そう。まずいとしか思わないです、今。酒は死ぬほど飲むでしょ、うん、酒は毎日飲みますね。ねえ。うん。すごいな。なんか、誰と行ってんの？最近、まあ、浜谷さんやっぱ多いですね。ああ、そうか。とか、まあ、今田さんとか。ああ、はい。この、2日前ぐらい、大悟さん来ました。ああ、はい、先輩のりさんも、のりさんも。うん、のりさん最近かドラマで行けてないんですけど。のりさんね。前は結構、はい。そうですね。そうか。のりさん仲いいんだよね。まあそうですね。まあ、なんかちょいちょい連絡してくれます。家ものりさんが。そうそうそうす。紹介してくれた家って言ってたもん、ね。まあまあラジオの企画なんですけど、一応探してくれて。すごいよな。すごいです。だから、ね、こいつがコロナで寝込んでる時、のりさんが斜め向かいに住ん、あ、事務所あるから、うん、のりさんがドアのとこに差し入れす。くれたり、ノリさんはね、ウーバーイーツで使ってるんですよ。僕トンネルぞ。トンネルぞ。トンネルぞ。もうありがたいですよ。森山もちょこちょこ収録終わりで飲んだりした時あったけど、はい、僕最近飲んでないですね。行ってない。もうね、てっぺん超えたら。やめたい。もう無理ですね。あ、そう。はい。あんな、20代の時5時ぐらいまで毎日飲んでたんが。でも、あの、ジョンソンのあの、修学旅行ですごい寝ないのすごかったけどね、森内のあの感じ。ああ、そう、そうなった。あんなめっちゃ大好きです。ああいうのはできるけど、ああいうのは大好きですけど、普通に語るだけの飲みが今なかなかしんどいかもしれない。帰りたくなる。帰りたいというかもう眠くなる。ああ、ふざけてたらいけるの、ね。ただ修学旅行を見てくださった方もいるんですかね。いるんじゃないですか。この間の応援でね。あのまあ、一部始終しか応援されてませんもん。お風呂のシーン全カットでしたけど。カットでしたね。お風呂メンバー8人で入ったんです。うん、そう。そうね。まあ、あんな放送できないですよ。まあ、無理やな。このラジオで生放送で言っていいのかどうかもわからないことが行われてた、ね、あれは無理やな。股間をタオルで隠して、そうそうそう、オフェンシブかディフェンシブかをキリンスマッシュのように2択を当てるっていう、まあ、みんな聞いてたね、そういうの向けてない、ね、ハワイが不正してたけど不正って何ジョンソンのメールも来てます、はい、中谷志乃さん、ジョンソン毎週楽しみにしています。嬉しい。ジョンソンといえば意味もなく罰ゲームをなすりつけ合う企画がほとんどですがほとんどではない半年間でもう二度とやりたくない罰ゲームは何ですか。でもめっちゃダメージ引きずったのは、うん、それ罰ゲームじゃなかったけど、自分で持ち込んで企画。ああ、あれか。しんどかったですね。走ったやつか。あれで俺が鬼ごっこして捕まったら、しんどかった。その鬼と、なんかお笑いのギャグ対決とか、モノマネ対決とか、くじ引いて、それで対決して鬼に勝ったらまだ逃げれるみたいなやつを、何の気なしにそれ提案してやってみたら、もう、本当にその日一日、目見えなくなるぐらい酸素回ってこなくなって、頭に。最悪でしたね。あれきつかったな。ただただスタジオ内で鬼ごっこですもんね。そうそうそう。永遠終わんない。
体力系やっぱ軒並みきついよね。きついですね。きついですね。これ、ね、それこそ初めて柴さんムカつきましたもん。なんちゅうことだぞ。あれはね。しんどーと思って。それこそ来週オンエアのやつもそうですもんね。そう。あれはきついよね。そう、きついよ。まあまあちょっと予告で出てましたけど、東京タワーを。階段で登ってます。最悪です。あれマジでやばかったですね。若くないから単純に、そうだよね。だ罰ゲームジョンソンの一番始まりの罰ゲームが、うん、あのね、あの屋敷が食らった逆バンジーだったわけで、うん、あれがだから俺らは食らってないけど、はい、絶対やりたくないよ。あれなの。でもそれだったら柴さんの家から僕ら車で帰ったらもうあれもうやばいですよ。やばい。アルファードで愛媛から12時間かけて帰って生放送のラビット間に合わせるってあんなスーパー過酷ロケですよ。マジでしんどかった。最悪やった。過酷枠だもんね。だからジョンソンっていつも火曜日なんで。火曜収録なのよ、ね。火曜日収録なんで絶対次の日僕らラビットがあるからね。あるから絶対どうやっても帰んなきゃいけないので。はい、俺の実家からでね、はい、愛媛の。愛媛からね。そう、山奥の、そっから、やばいっすよ、あれ。アルファード、12時間。しかも、その、オルゴールバージョンのディズニーの曲、ずっと12時間なる。頭おかしそうなるんですよ。いや、いいじゃん。ディズニーの曲なんて。いや、ダメですよ、あんな、ほんまに。しかも、僕ら無人島行ってますからね。無人島も行ってる。あ、ほんまや。マジでしんどいっすよ。冒険島。ジョンソン代表で冒険少年が。冒険少年。あれ。脱出島か。うん。誰も終わるんですよ、しかやる番組。いやいや、終わらない。終わる。終わるか。終わらない。どうだろう。まあ、なんか、何を言い出してんの。まあまあ、あれも来たよ。ラバーネットやったよね。そうっすよ。あれは黙ってるんやと思って。ああ。深夜のジョンソンで放送されてて、今、ラバーフェチっているんですよ。ゴム製品。ゴム製品が大好きな、まあ言うたら、そういう趣味嗜好の人が、入り込む、わけわからん装置なんですけど。布団圧縮袋みたいなやつ。そうですね。ゴム出てきた。その中に体ごと全部入って、うん。裸でね。そう、空気をずっと抜いてったら、肌にピターっと全身張り付く。うん、ラバーが。そう、それがいい。口元に本当に2センチぐらいの穴が開いてるだけ。呼吸できる。呼吸できる用の。そう、それを森山が食らって。うん、で、そのピタピタになると、どうやらその界隈の方では、言われてるのはね、そのピタピタの状態でちゃんと肌を触られると。なんか敏感になるんだって。気持ちいいみたいな、なんかすごく。わからんけどな。感覚、肌の感覚とかが。で、そういう罰ゲームでね、皆さんがその状態の僕に、ゴム鉄砲。輪ゴム。輪ゴムでね、ピンってやるみたいなあったけど、マジ地獄だったね、あれ。そんな痛さどうこうよりも、怖すぎて、恐怖で。ずれたらな、あの時ちょっとおかしかったよね、確かに。いや、僕、閉所恐怖症なんですよ。別人みたいになってたよね。確かにな。トイレの台とかもドア開けてやるタイプなんで、閉め切る状態が本当に無理なんで、そう。閉めろよ、絶対。いや、もちろん、外だったら、ハンドアぐらいにしますよ。締め切れ。ハンドアもよくない。だから、あれは、あれでしたね。あれは、間違いなく絶対入れてくれなかったな。確かに、あれが一番過酷かもな、実は。しかも、なんか、そんな変な感じになっちゃってるしね。でも、パニック状態だから、山津さんが、大丈夫、みんな近くにいるよって言ってくれてたじゃないですか。あれがめっちゃ助かるんですよ。ちゃんと声かけって、ほんま大事やなって。勉強になりました。きついの結構やってるかもね、なんか。だってめちゃめちゃカットになってましたけど、屋敷なんて、ほんと汚いブリーフのおっさんが、ローションで、その裸のおっさんらにローション全塗りされた土俵で、屋敷が挟まれておしくらまんじゅう。おしくらまんじゅう、そうだ。あれ、絵がグロすぎて全カットになってましたもん。あれも過酷だ。ほぼね、なかったね。ほな、なんでなんかわかんないけど、それきつい時に限って、スタッフあんま笑ってない。そうなんですよ。多分、あれって、あ、これ、オンエアできるってなってんすかね。撮影しながら。ジョンさんだって、無理やって思いながら。ジョンさんの宣材写真撮ったやつもさ、ほぼカットで、結局、この間みたいにトークで話されてた。そう、YouTube の方で出させてもらいましたけど、出るとか出ないとか聞きましたね。ね、言ってたね。そうなんだから、ああいう、俺らは、ああいうユニットで番組やるなんていうのも初めてですね。初めて。確かに。なんて。はるかだって早いうちからやってた。そうだね。ずっと俺と。じゃあ、そうね。テンカラットとか。テンカラット。それこそ、ノリさんがやってたやつだもんね。そうそうそう。ねえ。そう、プラマイさんとか。そうね。プラマイさんとかが、感慨深い。今考えれば、トップリードさんとかもいたし、いろいろ、オリラジもいた。いろいろいなくなっちゃった人ももう。そうか。え、すごいじゃん。今思い返したら。安村さんのコンビもいましたね。アームストロングとか。マジで。すごいメンバー。ハリセンモンさんぐらいじゃないですか、じゃあ。こちらと、オリラジと、バッドボーイズさん。バッドボーイズさんが。コンビだと、残ってます。すごい。
歴史を感じるな。マチコとかいたけど、いなくなっちゃいましたもんね、みんな。というか、はるかさん、ほんますごい時代生き抜かれましたね。いや、そうよな。なんか、だから一世代、二世代ぐらい上の時代し、でもほんまにそうですよ。僕らからしたら3年上のお姉さんですけど、3年とは思えない。思えない。すぐ売れましたもんね。濃厚な、ね。なんか、ああいう、こう、何人か若手で集まってやるみたいなのって、なんかその、コツみたいなのあんの？この仲良く、長く続くコツみたいな。いや、うちらもでも半年ぐらいで。え、そんなに長かったっけあれ。終わっちゃったから、そう、なかなか続かなかったな。あれ、リーダー的なのはバッドボーイさんだったの？一番お兄さんはバッドボーイさんで、で、なんかこう番組で、こう、一番前に出るのがオリラジみたいな。なるほど。キングコングさんみたいな。そうかね。一年目とかだもんね、多分。うん。わあ、今お会いしても再会しても、ああ、あの時のメンバーね、なみたいなあるんですか、言葉にしちゃうけど。でもなるなる。あ、なりますか。安村さんとかやっぱちょっと戦友だ。そうか。そうか、あの時裸になると思わなかったですよ。こんな未来があるとかな。本当だね。こんなワールドワイドに活躍するとはね。イギリスでとかね。おじおずぼうさんとかいたかもしんない。篠宮さんとかもいたんだ。そうか、そうか。解散したもんな。そうな。いや、嫌ですね、ジョンソン半年とかは。絶対。いやいや、そうね。今半年ぐらいでしょ、やっと。はい、今半年。そうです。これは続けないとね。ラジオショーの人もちょっと見てほしいですね、ちょっとね。本当に。本当に。本当に見ていただかないとね。本当よ。ね。はい。メールも来てます。はい、ウォッチャーさん。モグライダーさんと見取り図さん。ジョンソンで共演前と共演後でお互い関係性に変化などありましたか？あ、どうだろう。でも、見取り図って割と、何年も前から、ライブ俺ら呼んでくれたりとかしてたんでね、大阪にいる時からとかね。そうです、そうです。だから、初めましてじゃなかったんで。そうそう。でも、ほんと見取り図って見た目通りとか、森氏がうるさくて、リリーが冷静っていう。誰がやお本当に。誰が見た目通りやいやいや、でもほんと楽屋とか、その、電車とかバス移動とか多いじゃん。ロケバス移動。あれ、ずーっと喋ってるもん、なんかテレビ見ながらさ。ずーっと。なんか突っ込んで、全部。いや、芝さんもですよ。いや、芝さんもですよ。僕と芝さんと濱家さんがずっと喋ってる。なんか、見た目の裏表がないからいい。いいなと思うよ、でも。森氏さんも見た目通りですよ。いや、まさか。鬼声がちょっと引いてたもん。でも鬼声が至るとこで言ってるらしいですよ。確かにあれ以来ね。あれ以来ジョンソンはすごいみたいな。ロケバスが楽しい。ロケバスが楽しい。あと女性ゲストがいて、女性ゲストが乗るバスと芸人ジョンソンメンバーが乗るバスがあったんですけど、こっちのバスの会話が楽しすぎて菊池亜美さん移動してました。そうね。そうだ。こっち乗ってたわ。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい。東京外環道の関越道方面への内回りは、大泉ジャンクション付近で事故のため美女木ジャンクションまで8キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の下りは、千葉西料金所で事故の復旧工事のため4キロの渋滞です。一般道路は東京都の靖国通りの市ヶ谷方面への外回りが、新宿区歌舞伎町1丁目にトラックが故障で止まっています。現場は一車線の通行で、青梅街道に伸びて1キロの渋滞です。神奈川県の国道1号線の上りは、横浜市戸塚区浅間神社前付近にトラックが故障して止まっているため、国道1号線藤沢バイパスに伸びて4キロつながっています。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は、辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日日曜日、神奈川県民ホールに青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也ほか論客たちが集結して激論を繰り広げる。チケット好評発売中。詳しくはイベントホームページまで。
引き続きこの時間は見取り図のお二人をお迎えしてお送りしておりますが、はい、質問メールもたくさん届いております、はい、ラジオネーム赤太郎さん、はい、見取り図森山さんに質問です、うん、はい、ラビットの生放送が終わったら何してますか？確かに気になるね。見取り図森山のラビット終わりどうしてるかすごい気になるわ。で、まあ、森山さんに質問だろ。その質問しか来なかったんですよ。他はそうだね。いやいや、僕それは仕事とかじゃなくってことですよね。終わった生放送。そうそうそう、まあ、どうしてるか。いや、タバコ吸ってます。タバコ吸ってます。普通だ。厳密にはね、めちゃめちゃタバコ吸ってますよ、ね、うんうん、来週の打ち合わせしてタバコ吸って。昼で仕事終わりみたいな時とかあんの？あります、あります。あんだ。全然あるよな。そういう時は。昨日30ぐらい待ったよな、打ち合わせが全部。あ、そう、はいはい。そういう時はどうするの？え、昨日終わった。昨日というか、早終わった時。早く終わった時は。YouTube とか撮ったりしますかね。仕事に出る、まあ、仕事じゃん。っていうかもう全然ゆるゆるですよ、ほんまに。誰ぐらいやろ、芸人さんで言ったら誰ぐらいのスケジュールやろ。誰ぐらい、失礼よ、ゆるゆるって言ったら。誰ぐらいのスケジュールやろ、このゆるゆるさ。いや、でも、大物ほどゆるい。大物ほどゆるゆるじゃないですか。ゆるいというか。週の半分ぐらい休みとか言いますもんね。そうそう。こう、固まってるから、うん、ちゃんとスケジュールが、うん。どんぐらい、誰ぐらいか。うん。どんぐらいやろな。マジで、うん。ニューヨークと見取り図だったら、どっちの方が。いや、マジで今どんな感じなんですかね。多分僕らの方がゆるゆるです。あ、そう。っていうか今年めっちゃゆるゆるです。そうなの？劇場あるからね。はい、でも吉本の人。まあ、劇場もちょっと減、劇場もちょっと数を減らして。しうん、そう、サッカーとか行けてんの、この森ちゃんの。サッカーめちゃめちゃ行けてます。どれぐらい？やれてんだ。どれぐらいの週ぐらい？10日、月に3回は行ってるんで。あ、そんなに行ってんだ。はい、メンバーすごいでしょ、だってあれ。メンバー、いや、そう、まあまあ分かってもそうです。凛太郎とか空気階段塊とか。で、たまに、あの、元日本代表、大久保嘉人さんとか。すごいじゃん。すごい。それすごいな。すごいな。すごかったっすよ、ほんまに。いや、だって。誰よりも熱かったです。草サッカーのに、今のオフサイドだろうって。すごいじゃん。ずーっと。本気だ。本気です。あと、代表の板倉選手とかも来てくれましたね。センターバック。すごい試合になるな、それ。でもさっきのボケツッコミ、逆と違って。うん、と一緒じゃないんですけど、うん、やっぱりね、あの大久保さんってストライカーじゃないですか。そうだ、ん、ね。草サッカーだったらめっちゃ守備してくれるんですよ。あ、でも板倉選手一緒にやった時、うん、ずっとフォワードやってはったんですよ。いつもセンターバックだから。そういうもんなんか体育の時サッカー部がめっちゃパスくれるみたいなんだ。なるほどね。もうあの感覚やと思います。次元上すぎて。はい、ただ板倉選手のフォワードめちゃめちゃ点取りまくってましたけど。本業じゃなくてもそらすごいよっていう。いや、そらすごいよな、はい。メッシュは来たことない。メッシ来るわけない。ああ、大したことないよ。大したことあるやろ。メッシが来ないと。メッシが、メッシが来ないと。メッシのみ、ね、大したことない。メッシ以上じゃないと。メッシ来たら多分思んないでな。無双。怖すぎて。リリーにも来てます。別々の。ラジオネーム、知らん人の、ね、知らん人の知人さんに参加したことあるタイプ。リリーさんは、希代の天才絵本作家、西野明弘さんに指示して、桃から生まれた鬼太郎という絵本を出版されてますが、うん、続編や別の新しい作品作らないのですか？そうだ、絵本出してんだよね。まあ、番組でね、やったんですけど。あ、これ企画だったの？そうそうそう。で、ほんまに、全部3ヶ月でほんと一冊仕上げるみたいな企画だったんですよ。こう可愛いね。はい。鬼太郎。だからほんま仕事終わりとかになんか何枚も絵とか書いてて、めっちゃしんどかったんですよ。これどういう話？まあ本当に、だほぼアルマゲドンみたいな感じか。どこがよ。そんぐらい壮大な。マジで。そう壮大な。This is 絵本って感じの話。いや、かわいいよ、これ。これでも展開あるよね、今後。まあ、まだ言えませんが。え、まあまあまあ。これで終わりじゃないの、全部。金太郎も出てくるじゃん。そういう風になってくる。いや、ちょっとまた、それは。うん、まあ、ここでちょっとまだね。言えないんだ。言えないんですけど。すごい、帯を西野さん書いてくれてんだ。うん、そうそう。西野さんに、そう、番組で行って、いろいろアドバイスいただいて。でもそう、絵すごいんだよね、リリーって。まあまあまあ、こういう感じの絵なら全然ね、簡単に描けますけど。芸大？芸大だっけ？一応、はい。そうですね。はい、ここの芸大。え？東京の4年生の国立。大分の短大やろ、お前。大分の短大？はい、岡山県民初です。いや、おるわ。あの、高校卒業して、九州行って大分の短大行くっていう。いや、おるやろ。珍しいって。ちょっといろいろありまして。はい。紆余曲折。いろいろあって。いろいろあったんだ。いろいろあってそこにたどり着いたんですけども。あ、そう。はい、え、結構売れてんのこれ。まあまあ売れてます。あ、そう。あの、だって僕新人絵本のなんかノミネートされたんです
え、はい、一応、あ、受賞するかもみたいな。なんか、まあ、結局受賞はしてないんですけど、なんかノミネートぐらいで終わったんですけど。でもすごいじゃん。いやいや、ありがたいですよね。そうか、岡山だから、はい、この桃太郎の。そうです。そうです。そういうこと。鋭いな、足場様。いやいや、大体わかるだろ。さすがやな。わかるやん。さすが。そう？さすが。機嫌に笑ってくれた。簡単なでもない。これじゃあなんか、まだ注目だね。はい、あ、お子さん、ね、柴さんお子さん。あ、でももう21とかでしたっけ、お子さん。うん、なあ、せっかくやったら21。まあまあ、なあ、年齢的になくはないけど、21。早く結婚して。いや、まだ4歳よ、上。あ、4歳か。今ちょうどいいわ、だから。まだお渡します。うん、あ、嬉しい。欲しい欲しい。嬉しい。なんかあります。メールです。仲良くなりたいさん。はい、仲のいい見取り図のお二人への質問です、うん。毎年誕生日プレゼントを交換し合っているお二人ですが、今年は何をプレゼントし合ったのか教えていただけませんでしょうか。この前もちょっと僕らのラジオで言ったんですけど、あの、去年くれてないんですよ。あら、ちょっとそれだから。毎年ずっと。俺はあげてます。モリシもじゃあ、それまではずっと。いや、何年ぐらい渡してないっけ、俺。いや、でもなんだかんだで1年と思うよ。へ、うんうん、開いちゃった。なんそれは心境の変化があった。いや、だから目の前で言ってる理由。じゃあ気持ち悪いの、言ってちゃんと。ちょっと怖い女の子みたいな、ちょっと目の前で。いやいや、別になんか、そういうのないじゃないですか、あんまり。どっかで止めんと、この僕が。え、まあ、やめたかった。いや、こいつはこいつで。やめたかった。毎年。マジで毎年10年ぐらいからもう、ただ俺が吸ってるタバコのワンカートンくれるだけなんですよ。ああ、でもまあ、でもそれが、ね、一番やり方が、タバコ喫煙者コンビってそれし合うじゃないですか。まあ、うん。相手の誕生日の時はワンカートン。うん、俺だけね、こいつの親、悩まなダメでしょ。何渡そうと。ね、そうやって、相手が自分のことを考えてくれてる時間も含めてプレゼント。お前気持ち悪い。男女で言うよね。それも含めてやから、プレゼントって。そう。じゃあ何欲しいね。6月で。いや、だからそれを、ここで言ったらダメやん。きっしょよ。考えて。そうか。相手が考えてくれたっていうのが嬉しい。ね、その時知りたいの。そう。なんで俺が言わんといけない。おっさんが楽しみにすんなよ、誕生日を。ええねん。いや、もうあっという間です。もう時間が。エッチな音楽流れてきたんですけど。何これ。これお別れの音楽だから。あ、そうなんだ。そうなんだ。見取り図、なんか告知あります、ね、告知はね、ないですね。何もねえです。ジョンソンだね。あ、ジョンソン、ジョンソン。ジョンソン見てください。ジョンソン、ジョンソン、全部見てください。いや、すごい。あっという間なのよ、これ。え、これ、マジで終わりですか。もう終わり。武勇伝聞かなくていいですか、武勇伝。あ、そういうトークテーマになったんですか。あ、あったよ。今日、テーマが武勇伝だから。もうやってないですよ。うん。なんかある。え、皆さん何時までやるんですか。俺らは3時半かな。うーん、そう、寂しいな。の俺らだけいる。いてもいいけどな、仲良しっすよ僕ら。消せないんだから。なんでハブるんですか。でもお仕事とか忙しそうだからってことよ。いや、俺らめっちゃゆるゆるですよ。それ何なんだよ。わかんないよそれ。体感昨日半分ぐらい。今日のゲスト見取り図の二人です。キラがあっという間。ありがとうございました。日本放送ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたも救済の対象かご確認を。お電話は、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。たかし、車、高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によって、だいたい18万8000も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば、一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは、最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ、車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で、焼肉お願いします。車たかし。いよいよプロ野球が開幕。明日夜6時からの日本放送は江本武則さんの解説で日本放送ショーアップナイタースペシャル。プロ野球開幕戦、巨人対阪神。今シーズンもプロ野球は日本放送でお聞きください。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。
ジオリビング。続いては日本放送ラジオリビング、箱崎アナウンサー、よろしくお願いします。はい、お願いします。このラジオリビング、毎日いろいろな商品をご紹介しているんですが、うん、今年度の新商品で一番多く売れたのが、今日ご紹介するカカオ 76% ハイビター高級割れチョコです。今年度の、はい、ラジオリビング新人王。美味しく美と健康を考えるチョコとして今非常に注目されているポリフェノールたっぷりの高カカオチョコレート。あー、ね、もうね、皆さんご存知だと思うんですが、低いよねこれ、はい、およそ10年で実に15倍も売れるようになったというね、異例の大ヒット商品。カカオポリフェノールを摂取することで期待される効果が大きく3つございます、うん、血圧低下、うん、動脈硬化の予防、うん、そして老化の防止、チョコレートで、はい、また腸内環境の改善やストレス低下などなど嬉しい効果が話題になっています。ただカカオの割合が高いと苦いと思っている方、ね、たくさんいらっしゃると思います、はい、もうね、今日ご紹介するカカオ 76% ハイビター高級割れチョコ、うん、想像をはるかに超える絶品の味ですので、そうなんです、ぜひいただきます。召し上がってみてください。美味しそう。匂い、もうチョコの匂いがすごいね、うん、いい香りなんですよね、うん、76%、はい、ちょっとね、苦いかなって想像されるかと思うんですが、うんうんうん、あ、うん、全然苦くない、うん、甘い、美味しい、うん、ね、甘すぎもせず苦すぎもせず、うんうんうん、ちょうどいい、これちょうどいいな、ね、おいしい、美味しいんですよ、へ、で、あのカカオの割合が高いのになぜこんなに美味しいのかと言いますと、うん、クーベルチュールと呼ばれる国際基準の規格をクリアした一級品の高級チョコレートで、はい、一般的なチョコに比べてカカオ由来の成分がおよそ10倍も贅沢に使われているからなんです。ん、美味しいと高級品なんですね。そうなんですよ、もうね、同時にね、叶えられるものすごい人気商品ですので、ご用意できた数に限りがあります。なくなり次第受付終了ですので、お早めにお電話ください。これ割れてるから安いみたいなところもあるんですか。そういうところもあります。なるほど、はい、カカオ 76% ハイビター高級割れチョコ1袋 800g、 通常高級クーベルチュールチョコを同じ量買うと7000円近くするものもありますが、うん、なんと消費税込み2980円、うん、倍の 1.6 キロセットはさらにお買い得で消費税込み5800円、あら、うん、さらにお買い得な 2.4 キロセットは消費税込み8600円です。ただね、賞味期間およそ5ヶ月ありますので、うん、まとめ買いもおすすめです。なるほど。お申し込みは、はい、フリーダイヤル 0120-1242-86、0120-1242-86 までどうぞ、うん。実際にね、召し上がっている方からのお声として、程よい甘みで後味がすっきりしていて食べやすい、家族で毎日美味しく食べています、うん、袋を開けた瞬間の香りがとても良くて、さらに食べて美味しくて大満足とね、絶賛の声いただいています。香りがね、いいので、コーヒー、確かに香りいいですねこれ。そう、あとワインなどのね、お酒にも合いますので、はい、完食、おつまみにもぴったりです。確かにこれすごいですね。そうなんですよ。で、毎日少しずつこまめに食べることが大切と言われていますので、元気と健康のためにぜひ召し上がってください。あの、食パンに乗せて少しチンして朝食という方もいらっしゃるんだそうです。はい、カカオ 76% ハイビター高級割れチョコ1袋 800g たっぷり入ってます。こちらですね、袋、うん、あ、はい、袋もなんかおしゃれだな。そうなんですよ、2980円、倍の 1.6 キロセットはさらにお買い得、消費税込み5800円、さらにお得な 2.4 キロセットは消費税込み8600円です。ご家族とね、召し上がる方にはもうね、まとめ買いおすすめです。これで健康なんですね、うん、そうなんですよ、美味しいとね、健康的に両立できます。関東1都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ、うんうん、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86、 0120-1242-86 までどうぞ。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。今年度のラジオリビング新人をぜひお試しください、うん、いいですね、おいしい、はい、箱崎アナウンサー、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、日本放送ラジオリビングでした。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。
国は現在集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上。この給付金ですが請求期限があります。準備期間も必要ですので今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あの亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ大丈夫ですよ。ご本人が亡くなられている場合残されたご遺族の方が給付の対象になり得ます。うちの農地いつまで貸してたっけ？そろそろ契約が終わる時期じゃない？更新の手続きってどうすればいいんだっけ？令和5年度から農地の貸し借りや更新の方法が変わっています。まずは市町村に確認を。ご相談なら千葉県農地中間管理機構へ。この時間は日替わりで様々な企画をお届けしていますが、毎週木曜日はこの方とお届け、俳優、声優、そして愛玩動物、使用管理士、失礼しました。使用管理士一級の菊池由美さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はじめまして。すいません、はじめまして。我々は。お願いします。お願いします。俳優さんだし、声優さんだし。そうなんです。すごいですね、多彩な。いやいやいや、はい、そんな菊池由美さんとお送りするのはこちら。ザ・動物ショー。かわいい声。ありがとうございます。すいません。私たちが住む地球には知られざる生き物の話がたくさん。今日もそんな世界中のびっくりな動物ニュースを動物大好き菊池由美がワイドショー風に紹介していきます。はい、あ、いいですね、うん、はい、それでは本日のニュースです。あら、仲間を救え、チームプレーを披露するあの動物。うん、何だ、何ですか。水中でひっくり返ってしまいジタバタしていた仲間をチームプレーで助けるカメが話題を集めています。カメだ。あるカメが池でひっくり返ってしまったところ、おもむろにその周囲に10匹以上の仲間が集まり、全員で下から体を押し上げ見事体を回転させることに成功。ひっくり返ったカメは無事元の状態に戻り事なきを得ました。はあ、ということなんですけれども、こちらはカメさんなんですよね。カメにそういう意識あるんですかね。チームプレーみたいな。今日はですね、動画がありますので動画をご覧いただきながら、お伝えしたいんですけれども、こちらの方のは菊池由美の X の方にリンク載っております。どうぞ一緒にご覧ください、はいはい、ということでこちらがこの動画なんですが、カメさんはひっくり返っております。もう真裏、はい、あ、もうジタバタしちゃってる。ジタバタしてます。どうしようもできないですもんね、これだと、ね、もうそこにくるくる回っちゃうんだ、こうなると。そうですよ。で、周りのカメさんがおもむろに本当だ、寄ってきてる、寄ってきて、わ、めちゃくちゃ来る、すごい来ますよね。あ、これ、綺麗にひっくり返せるの。そうなんですよね。岩になってあげたと。そうそうですね。体を支えてくれたということなんですね。なるほど。あれ、やっぱりあの状態でずっといるとダメなんですか。危ないです、ね。危ないんで、はい、やっぱり。危ない、とても危ないんですけど、ね。この水で暮らすカメの多くは単独行動で、カメ同士が互いに意識で、ある程度の社会的な交流を持つ可能性があるのかは、まだ分かってないそうなんですね。そこは謎なんだ。謎なんですけれども。でも、この動画を見る限り、やっぱり仲間意識があるんじゃないかな。助けようとしているような気がしますよね。そう見えるけどな。そうなんですよ。あんだけみんなが集まってくる。ね、いいですね。ね、大変だみたいなね、ことになってますもんね。さあ、動物解説員のはるかさん、いかがですか。これはね、もうバラエティーでもチームプレーは大事なので、確かに、もうカメたちでジョンソンできると思います。カメでもできるジョンソンみたいな。見たい。そうか、一人がなんかね、お休みとかなったら、そうだ、カメが代わりに入って、ね、集まってね、そう、あれぐらいやっぱ助け合わないと。助け合いですね、ジョンソンもな、はい、罰ゲームなすり合いでやってる場合じゃないよね。助け合わないと ね、そうだわ。さあ、はい、純動物解説員のともしげさん、いかがですか。そうですね、まあジョンソンもできますし、ミュータントタートルズもできますね。ちゃんと答えてって聞いてた。あの、カメのね、あの、カーファンガーみたいになれるんじゃないかなと思って。やっぱすごい、なんか、用意したのか知らないけど、会話になってないじゃん、だって。すいません。ね、純動物解説員はスッと受けれるんですね。ねえ、そこ、ね、まず、まずはね。はい、うん、
自分の段取りのことしか考えてない。何言ってんの。いや貴重、貴重でした。いや貴重ですよ。貴重でしたね。はい。はい、いや心温まるです、はい。続いてのニュースです。はい、衝撃。海に落ちた自撮り棒で自らを撮影するあの動物。撮影？アメリカの海で野生のマナティが自撮り棒で自らを撮影する様子が話題になっています。フロリダ州在住のスケイティさんがシュノーケリングの最中に自撮り棒を水底に落としてしまい、拾いに行くと野生のマナティが近づいてきて、その自撮り棒を両方の前足のヒレで器用に掴む姿が、その一連を抑えた様子に SNS でも多くの反響が集まっています。ということなんですけれども、マナティマナティなんですけれどもね、こちらも動画があります。あらあら、落としちゃったんですね、それを器用に前足のひらで掴んで、本当だ、本当だ、持ってる、本当に普通に持ってるじゃん。持ってるんです、すごい可愛いんです。持てるの、持てるんですね、器用なんだ。そうなんですよ。でこれがマナティ側、持った方のカメラでもマナティが撮ってる画角ってこと、これ、そう、そうなんです。へー、ねー、すごい、すごい貴重な、おえー、マナティってなんかああいう人魚に間違えられてみたいな、そう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 ですよね、おっとりした性格の子なんですけど、うん、マナティ絶滅の恐れのある種ということなので、うん、あの意図的に触れたりするのは、禁止ということなんですけれども、うん、ということで動物解説員のはるかさんいかがでしょうか、うん、いやこの光景をね、シナショーの庄司さんが見たらマナティー言うでしょうね、言う、間違いない、そりゃそうか、うん、そう言うよね絶対 ね、 ね、確かにびっくりした、はるかの急なそう、たまにこうおたけびが聞こえるんですけど ね、うん、純動物解説員ともしげさんいかがでしょうか。そうですね、やっぱまあこの動画を見たら、まあうちの事務所のルシファー吉塩川さんもね、アザラシみたいな見た目に似てますよね。ちょっとわからん。ちょっと違う。ルシファーさんなんかアザラシに似てるんだよね。違う違う、だからって。すいません。ルシファーさん、なんか口癖とかで。ルシファーさん、ごめんなさい。はい、動物ニュースでした。メールも募集中です。動物に関する質問や気になるニュースなどありましたら、rs@1242.com までメールの件名に動物と書いて送ってください。また私、菊チームのポッドキャスト、ワンダフルトゥモローも日本放送、ポッドキャストステーションにて配信中です。今日、今月は、ボアを恐れているという映画と、そして災害にあった時のペットの対応についてお伝えしております、はい、こちらもどうぞお聞きください。はい、以上動物ショーでした。菊池さん、また来週お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビッグカメラ新生活応援セール、冷蔵庫洗濯機がセットで税込み49,800円、パソコン4点セットも税込み39,800円、さらに 10% ビッグポイントサービス、配送設置もお任せください。詳しくは店頭またはウェブで。ベリーベスト法律事務所より、 B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。時刻は2時53分になりました。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さんお願いします。はい、お伝えします。まず自民党と立憲民主党は今日の参議院国会対策委員長会談で、新年度予算案をめぐり午後の参議院予算委員会と本会議で採決することで合意しました。次に、宝塚歌劇団俳優の女性が急死した問題について、遺族と歌劇団の交渉が合意に達したことが関係者の話で分かりました。歌劇団を運営する阪急電鉄の親会社阪急阪神ホールディングスは、
今日午後4時から大阪府内で記者会見を開くと発表しました。島田康夫社長や歌劇団の村上浩二理事長が出席するということです。上級生による女性へのハラスメントがあったことや謝罪の方法などをめぐる交渉で合意し、遺族に謝罪するものとみられます。遺族側代理人の川人博史弁護士も東京都内で記者会見します。小林製薬は紅麹を使ったサプリメントを摂取した2人の死亡を新たに確認したと今日発表しました。小林製薬は今日本社のある大阪市内のホテルで開いた定時株主総会で死者が4人に増えたことなど一連の問題を報告しました。この中で小林明弘社長は深くお詫びすると謝罪しました。取材陣に社長コメントを代読する職員です。多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます、健康被害に遭われた方への対応、お客様、お取引先様への対応を真摯に行うとともに、これ以上の被害拡大防止と原因の究明に全社を挙げて全力で取り組んでまいります。一方、株主総会の会場に向かう株主の声です。やっぱりなんかこんなことが起こるんだなっていう、なんかすごい驚きとなんか悲しみみたいな。管理責任だ、これは。これが一番問題だね。で、みんな不安がってるしね。で、亡くなった方もおられるんでね。で、こうした中、富山市は紅麹の関連商品を製造する富山市内の小林製薬の2つの工場に対して聞き取り調査を行いました。現時点で健康被害の報告はないということです。おしまいに、愛知県北名古屋市の名古屋芸術大学の学長に就任する予定の非常勤講師の男性が複数の女子学生にセクハラをした疑いがあるとして、調査のため大学が第三者委員会を設置していたことが分かりました。来月、名古屋芸術大学の学長に就任する予定になっているのは非常勤講師の岸直彦氏、63歳です。調査結果はあさって公表する予定で、大学は調査結果を受け理事会で処遇を審議すると説明しています。大学のホームページによりますと、岸氏は芸術学部舞台芸術領域の非常勤講師で、東京放送、現在の TBS ホールディングスの元社員です。この時間のニュースは以上です。ニュースデスク、森田さんでした。ありがとうございました。爆笑オンパレード、5月18日土曜、ラインキューブ渋谷で開催。ナイツ、アンタッチャブル、おぎやはぎ、三四郎、モグライダー、ラバーガール、吉住、ザ・マミー他多数。詳しくは日本放送イベントホームページまで。お送りしておりますモグライダーザラジオショーでございます。はい、感想来てます。はい、感想来てますでしょうか。先週のアーシさん、はい、ハン・ジョンソンゲストショーとして楽しく聞かせていただきました。ただ1点、10カラットの話題が出た時にとても嬉しそうに解散コンビの名前を挙げるともしげさんが気になりました。そういうとこやぞ。そんなことないですよ。なんかこう最初はね、誰々とか誰々とかって言い始めて、なんか頭の中で途中からあれこれなんかロイヤルストレートブラジルみたいな。ないよ、揃ってるだけ。でもただただ天下僕本当好きだったんで見てらっしゃよっていう、ね、そうですね。ほんまに関さんとかもいましたもんね。いろいろいましたね。いやもう笑っちゃってるでしょ。ほんまに関さんももう解散されてます。解散、そうですね。いろいろいらっしゃいましたね。そうね、誰が一番好きだったのあの中では。でもトップリードさんとか好きだったんですけど、だからこうやってお会いしていろいろ話聞いたら、こういう人なんだなって、いろいろトップリードさんもライブよく一緒になったし、ネタ書いてくれたりとかしてもらったことあるもんね。あるよ、なんか知らない男が家の中に入ってくるっていうネタだったからね。やばかったね、あれね。なんか暗示してたんかなって、暗示してたかなっていう、これは止めてあげればよかったです、気づいてね。まあそうよ、そういうとこ見られてますから、はい、気をつけます。すいません、申し訳ない。はいはい、まもなく3時になります。3時です、ございます。はい、この後はドラマ関係者、あ、まだです。
古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ、最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー、3時です。時刻は3時を回りました。モグライダーの柴です。ともしげです。ハリセンボンの箕輪はるかです。本日は春休み中のナイツに代わってモグライダーザ・ラジオショーをお送りしております。はい、この時間のお天気、はるかからお願いします。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 13.3 度、湿度は 63.4%。 今日の東京地方は曇りのち雨、関東地方は雲が多く雨が降り出しているところがあります。午後2時までの最高気温は東京で 12.9 度、横浜で 13.3 度と昨日よりも低くなりました。この後次第に雨の範囲が広がり、明日昼頃にかけて雨が続くでしょう。ところどころでは激しい雨や雷雨となりそうです。明日の午後は天気が回復して晴れるでしょう。気温も上がり、最高気温は各地で20度を超えそうです。見取り図のスケジュールくらい空もゆるゆるなので傘が手放せませんね。本当にゆるいんかな。以上3時のお天気をお伝えしました。はい、はい、ではメール来てますか。メール来ております。はい、ブユーデンメール、うん、広島県広島市ポロロロロポロロロさん、なんてポロ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 ロロさん、何ポポロさん、ポポロさん減ったじゃん、だいぶ、はい、私のブユーデンはタンスに角の小指をぶつけても、タンスに角の小指を見つけても、タンスの角に小指をぶつけてもじゃない、わかんないよ。でも真顔ですをやり過ごせることです。他人の人がいるときは、他の人がいるときは痛そうに騒ぎますけども、一人のときは痛無理と思いながらもスッとやり過ごすぐらいのことができますという。素晴らしいですね。素晴らしいかね、わかんないけど。我慢強いってことでしょ。その痛いは痛いんだ。痛いって なりそうだけど、痛みは当然むちゃくちゃ感じるけど、人が見てなければ大丈夫っていう。なるほど。あ、人が見てない時は大丈夫、うん、大丈夫。あ、誰か人がいたら痛い痛い騒ぐけど、だテレビ向きの人ですよね。だからちゃんとそうエンターテイメントにできるというか、エンターテイメント、まあ確かにパフォーマンスとして痛がれるですね。これポロポロロさんじゃん。なんかポロポロポロロとかなんかすごい多かった。ちゃんと呼んでください。はい、広島県じゃない、福岡県。むちゃくちゃ違うじゃん。福岡市ワンダーさん、42歳の方になりますね。私の武勇伝は数年前大阪のラジオ番組の生放送で電話出演したことです。おお、あるね、そういうコーナー。その番組では何をしたかと申しますと、スピッツの空も飛べるはずのサビでアカペラを歌いながら、これを電波に乗っけてるんだよなと不安になが歌い上げました。これって武勇伝でしょうか。わかりません、まだ何言われたの。みたいな。スピッツの空も飛べるはずのサビをアカペラで歌いながら、うん、これって電波に乗ってるんだよなと不安になりながらも歌い上げました。これって武勇伝でしょうか。これも電波に乗ってるんですよ。すいません。不安になりませんか。
マンダーさんでした、ね、読み終わった後俺にその会ってたかどうか店に来るのやめてよ。すいません。あアカペラで歌ったんだ。すごいですね。歌とか得意ですか、はるかさんは。私はもう普通ですね。口イントロが得意なあそうタイプだからね、うん、特殊なんですよ、はるかちゃんは。そう、確かにこういうの電話出演とかしたことないな、自分が仕事の時から。はい、ラジオネームうなっぺさん、うん、私の武勇伝は彼女のアパートに蜂の巣を駆除しに行ったことです。おお、すごいじゃないですか。ある日窓のところに蜂の巣があるとのメールが来て、見に行くと窓の開けた手すりのところに歯が巣が、歯がでも手すりのとこに巣がでも足長蜂だったので行けると思い、外から殺虫剤をかけ追い出し、巣の根元から取り除きました。彼女は洗濯バサミを、洗濯物を干せなくなって困っていたから助かったと喜ばれましたとさ。現在彼女が妻になって一生懸命毎日になっている。こんなこと忘れてるんだろうな。いや、なんかすごい素敵そうな流れだからちゃんと聞きたいな。はい、何なんか途中昔話みたいな。そうですね。だからその当時付き合ってた彼女が幸せになったみたいですね。のだから蜂がきっかけで蜂ラブってことですよね。だから要するに蜂がもしいなかったらそんなところで恋が生まれなかったということですもんね。でももうその時は付き合ってる。あ、そうか、うん、じゃあダメか。いや頑張れよ、もっと。まあまあ、蜂のおかげで愛の巣ができましたとさってことですね。おい、あ、 いいことですね。いいことなんかな。でも怖いね、蜂の巣駆除しないですね。怖いよこれ。だからなかなか本当はね、業者に頼むようなやつだろうけど、うん、ね、きっとでももうこの蜜のような甘い恋愛をしてるんじゃないですか、ね、止まんねえな。え、調子上がってきたんじゃない。うなっぺさんでしたね。うなっぺさんか。うなっぺさんです。うなっぺ、うなっぺってちゃんと読んで、ひらがなじゃん。すみません。豊島区はじゃあ去年の3月21日で桜ってソメイヨシノ満開だったんだ。なんかよくそんなこと覚えてますね。ちなみに今年は東京は3月。ちょっと待ってください。今ね、ちょっとカッコつけようと思ったんです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。俺なんかさ、昨日のことだって忘れたぜ。話を止めてまでやろう。そうです。この時間はパートナーにスポットを当てたコーナーをお届けしていますが、毎週木曜日はこちらをお届け。青春かな。学生時代は家と学校の往復。青春時代を取り戻したい私はるかが、ラジオドラマの中でヒロインを演じて青春を取り戻すという、ナイツがいない間に大演パーソナリティと恋愛の芝居をする疑似不倫的なコーナーです。そんな大層なことなの。めちゃくちゃなこと言ってますよ。やり放題です ね、 俺らだからね。はい、今日もリスナーの皆さんからモグライダーの2人に当てた、ちょっぴりキュンとする春キュンなラジオドラマを送ってもらっています。ちゃんと当て書きみたいにしてくれてるんです。はい、嬉しいですね。お二人演技経験は大丈夫ですか。演技はでもなんか、俺はドラマなんかワンシーンだけとかで何回か出させてもらったりしてるけど、ともしげさんはもう。そうなんですよね、僕ドラマ出たいんですよ。僕本当昔からやっぱ古畑任三郎とか見てたから、うんうん、三谷幸喜さんのドラマに出たいですね。今日だからもしかしたら三谷幸喜さんが送ってきてくれてるかもしれない。ちょっと、ね、今後ちょっと考えてもらって、大体本当柴くん単品ばっかりなんで、僕もちょっと読んでいセリフ読めないし。読めないけど、あとなんか一緒に再現ドラマとかで出た時も、うん、なんか俺がやってる役のその芝居とかがもう笑っちゃって
臭くてね、だいぶ。耐えられないんだ。臭いこと、すごい正義感まっしぐらみたいなことをすごい言ってて笑っちゃって。そういうもんじゃん、お芝居ってなんか。逆にね、そういうね、そういうセリフなんだから言わないわけにいかないんだから。うん、そうか。で、今日ね、アピールして、はい、ドラマのお仕事ゲットしましょう。そうですね。はい。それでは、今日も行きましょう。はい。まずは、宮戸川さんです。設定は、みんながやりたがらないクラス委員長を引き受けることになったともしげと、副委員長のはるか、放課後の教室に残った二人、お調子者の芝が通りかかって、です、うん。ほう。学生ですね。学生の設定だ。はい。はい。クラス委員、押し付けられちゃったね。まあ、クラス委員は誰かがやらなきゃいけないしね。副委員長のはるかさんがよかったよ。サボるような人だと困るしね。私も委員長がともしげくんでよかった。僕なんて真面目なことしか取り柄がないからさ、つまらないかもしれないけど一生懸命よろしくね。つまらないなんてそんなことないよ。気を使わなくていいよ、はるかさん。僕真面目でつまらない人間だからさ。つまらなくない、つまらなくなんてない。私ずっと見てたから、ともしげくんのことずっと見てたから知ってる。ともしげくんがつまらなくなってないって。はるかさん。おーい、クラス委員が揃って何してんだよ、イチャイチャか。芝くん、そんなわけないだろ。放課後の校室で、教室でイチャイチャするとか青ハウルかよ。おい。ほら、そのツッコミすっごく面白いじゃん。どこからともしげくんと一緒なら一年間楽しく過ごせる気がする。話はねすごくいいけど、まあ、内容はね、容は分かりやすいし、はい、うんうん、こういうその青春の感じもあったけど、うん、ちょっとなんか前半水中かなんかいた。水中にいないよ。放課後の教室って設定だったよね、うん、なんか溺れてるような場面1個もあった、うん、ないですよ、大丈夫ですよ、ね、でもなんか1年間よろしくね、もうなんか一生懸命よろしくねってわけわけ聞いたことない日本語になってるし、うん、でもなんかつまらなくないって言ってもらえるの嬉しいですね。役立つしない役立つしないね。はるかさんに言われるの嬉しいな。ツッコミすごく面白いじゃん。もう嘘すぎるね。こうなってくるとはるかの方が異常だよ。確かに、ね、政府が変わってきたら何言ってるんだろうなの、ね、言ってんの。なるほどね。はい、からかわれてございます。青はるかなこれ、うん、続きまして、うん、知らん人の地鎮祭に参加したことあるタイプさんです。別れよう。なんで？嫌だよ、別れたくないよ。俺はトランペットで天下取るんだ。こんな無茶な夢お前に付き合わせたくないんだ。バカ、なんで一緒に無茶な夢についてこいって言ってくれないのよ、バカ。ごめん。決めた、私もトランペット始める。先に世界行って待っときなさいよ。数年後、ファーン、ファー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 ン、ようやく追いついたわ。ファーン、ファー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 ン。すごいよはるか、あの時はごめん。もっと他に言うことはないのかしら。結婚しよう。最高のセッションね。あ、いいですね。いいかね。いいのか。いいんじゃないですか。ちょっと危機にあった。もう一旦はこう終わってしまった二人がね。芝くんがしかも最近トランペット始めたっていうのもあるんですよ。本当に。そう、本当に始めたの。つい最近ね、買って、そう やり始めたんだけど。じゃあもうそれにこう、それにちなんで多分あのやってくれたんだ。こんなだってなね、はるかの方が。うん、私も決めた、世界行くわみたいな、うん、数年でファファファで追いつけるような世界じゃないですか。そうなの。いやだと思いますよ。はるかの追い上げがすごい、ね、追い上げすごすぎるだろう。うん、世界行っちゃってるからねえ。でもいいんじゃないですかこう、まあまあまあ、ね、うん、うん、そうね。ハッピーエンドではあるか、情熱的ではあるか。そうですね、
バカすぎるけどな、俺もトランペットで天下取るんだ。ともしげさんのね、数年後だけは、これしっかり読めました、ね。よかった。そこだけ邪魔しないように数年後。ナレーションでもいいんで、お仕事ください。こんなナレーションないよ。ないの、うん、続きまして、チャトラトラックさんです。はい、冴えない男、ともしげさんが、高嶺の花はるかさんに思いを伝えるという設定です。うん、はるかさん好きだよ、大好きなんだ。ともしげさん、私、僕がどれだけはるかさんのことを愛しているのか見ていてほしい。え、ともしげさん、ちょっとどこ行くの、なんで道路に、何やってるんですか。僕は死にません、僕は死にません、あなたが大好きだから僕は死にません。やめてください、本当に危ないですよ。あー、やめてー、何やってんだよ、危ねえだろ、気をつけろ。あー、よかった、ともしげさん。ね、僕死ななかったでしょ。何言ってるんですか、あんな危険なこと、本当に死んじゃったらどうするんですか。はるかさん、愛しています、僕のことを少しは好きになってくれましたか。ともしげさん、私はもうとっくのとうにあなたのことを愛してしまっていますよ。ね、熱演ではありましたけど、うん、これもうまんまですね、まんまプロポーズですよ、滝田哲也さんのね。でもなんかともしげさんに会ってたかもしれない。あ、本当ですか、僕めっちゃ好きなんですよ、101回目のプロポーズ。でももうこの台本の時点で死にまっしぇんって書いてある、ね、滝田哲也さんがねちょっと入っちゃってますけど、ね、あでもこれ気持ちがだいぶこもってたんじゃないですか。101回頑張ればうまく逆転するっていうね、いいドラマですからね、うん、名作ではありますけど、うん、そうですね、ドライバーのね、そう、確かに今考えたらすごいことですけどね、そう、とんでもないやん、放送できないですよね、こんなの ね、 ね、絶対やめてくださいって絶対ダメです、真似した人がいたらいけないですから。はい、ということで、はい、以上ですか、3ついただきましたけ ど、 どこれあの一番良かったやつにはるかメモを差し上げるんですけど、あ、なるほどね、モグライダーさんどうですか、一番良かったで言うとどうだろうな、キュンとしたやつありましたか、まあ、キュンとはしなかったけどね。まあ僕は101回目はまあ普通に好きなんで、自分がやったのは楽しかったですけど ね、 それは流れ的にもね、うん、すっきり完成度も高い、うん、それはもちろんそうよ、もともとあるものだからね。じゃあチャトラトラックさんにはるかメモをプレゼントします、はい、ありがとうございます、嬉しい。はい、こんな感じで青春を感じさせてくれるドラマのワンシーンを送ってください。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名は青春でお願いします。青はカタカナ、春はひらがなです。たくさんの春キュンドラマ待ってるよ。カバライキンの確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでもカバライキンの確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか。昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか。毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか。5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。あるところに頭を抱える男がいた。今の車少しでも高く売りたいんです。男は様々な買取業者を調べた。どこも同じに見える。どうしたらいいんだろう。だが男の気持ちを決めたのはこの言葉だった。創業30年目の買取実績、ガリバー。おお。いいとこ探しのプラス査定期待できそう。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかる。電話してみよう。 0120-66-4747 66-4747、 ガリバーで高く売れた。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、
現場監督など、またアスベストの製造工場のみならず、医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など、さらに現場や工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。例えばお父さんが建設現場や工場で働いていて肺の病気でお亡くなりの場合、奥様やお子様が賠償金、給付金を受け取れる可能性があります。救済をまだ受けていない方は、大体の職歴と病状が分かれば、いくらもらえるのか、無料で確認できますので、お電話を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。The Radio Show。さあ、メール紹介しましょう。はい、感想来てます。ちーさん、はい、いつもラジオショーを聞きながら昼寝をするのですが、ともしげさんのせいでお昼寝できませんでしたごめんなさい。でも楽しく笑いました。本当ですか。楽しんじゃくれてんだって、うん、大丈夫ですかね。大丈夫かどうかは分かりません大丈夫とは書いてない。ラジオってなんか癒しのイメージだった。僕もだから癒しを届けられてればいいなとは思うんですけどね。だといいですけどさあ、この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。それではスペシャルゲストご覧になってください。ポッドキャストでもお聞きいただけます。日本チャレンジドアスリートでした。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、 ATM ならローソンへ。消滅という言葉がある。消えて滅びると書いて消滅。当選の可能性が消滅といえば、当選の可能性が一かけらもなく消えてなくなること。惑星が消滅といえば、何らかの理由で惑星が木っ端みじんになり、跡形もなく消えてなくなること。消滅、恐ろしい言葉だ。その除草剤の名は草消滅。消滅というからには、本当に草は消滅するのか。アース構いらず、草消滅、実際に使って確かめてください。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。さあ、1時からお送りしてきましたモグライダーザラジオショー、お別れの時間となりました。わ、早い、早いね、うん、はい、いや、あっという間でしたけれども、うん、なんかね、メールも来てるんで、ちょっといいですか。ともしげさんが言ってた、はい、sa@1242.com ってずっと sa@って言ってたよ、間違い、はい、あれに送ったらエラーにならずにちゃんと送信されましたどういうことですか、宮戸川さんから。すいません、なんか日本放送のどっかにラジオショーを当てるメールが届いてると思いますともしげさん、謝ってください。どうもすいませんでした。大変ですよ。はい、もう今日以降はこんなことないですからね、はい、週末もラジオショーでお楽しみください。明日、中川家ラジオショー、ゲストはジョイマン、うん、はいはい、土曜日のサンドイッチマンラジオショー、ゲスト高田純次さん。うわ、すごい、すごいね、豪華ですね。はい、そして来週からナイスのゲストが帰ってきます。ナイスのゲストがナイスの2人が帰ってきます。帰ってきます。1日目はゲスト1日ね、1日目で4月1日目は小滝正義感さん4月1日ね、うん、2日目はアグネスちゃんさん。なアグネスちゃんさん、本当？清水光子さんじゃなくて？知らねえ、お前がまず日にちもちゃんと言えてねえ。3日はイエスどんぐり回帰 RPG の2人、順番ぐちゃぐちゃ、回帰イエスどんぐり RPG の2人、もともとなんだこんな3人だろ。4人目は4人目ってことないんだ4人目の回帰は出てこない。4日目は1時台は元ヤクルトスワローズの監督、真中ってことない、真中光さん、真中さんね。2時台は
ハンニャさんの2人、うん、ハンニャだ、ハンニャですよ、あのラップの方じゃないハンニャさんですね、わかるよ2人っつってんだね、はい、楽しみですね、すごいメンバーですね、すごいですね、うん、はい、そしてこの後3時30分からは、辛坊治郎ズームそこまで言うかです、この後も日本放送でお楽しみください、わ、はい、メール来てますね、来てます、ためぼっちさん、うん、今日の放送芝さんがはるかさんを呼び捨てにしてるところに一番キュンキュンしました、うん、何した、一番キュンキュンしました、キュンキュン、やっぱ芝さんがやっぱはるかさんを呼び捨て、はるか、はるかって呼んでるんでしょ、はるかって呼んでますね、すごい、うん、そこらもうやっぱ同期だからこう、うん、キュンキュンしましたって、ああよかった、キュンキュンしてくれたんだよ、ケンケンしましたって聞いて、ケンケンしてね一文字でそんな違いますかね、ともしげさんも呼んでみたら、はるか、はるか、なんでマーキーの、ね、はい、というわけで、本日最後までお聞きいただきましてありがとうございました、はい、thank you.